皆さんこんばんは。こんばんは、ちょっとですね、あんちゃんの準備がまだできておりませんので、皆さん少々お待ちください。全くね。こんばんは、どうも。仕込んでるんじゃないの、じゃあ今日はすぐ当たるね。いや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 。ね、それはできたらね、いいんですけど、ね、できたらいいですけどね。アトロックコスプレはないですね。アトロックさん頑張らない放送頑張ってるよ。アトロック食べたい、どうぞ。実機見るの初めて。あ、そうですね、今週から、導入が始まったね、北斗の拳ですけども、はい、そうですね、どうですか稼働の方は。いや、バッチリですよ。バッチリ、バッチリ、大人気。戸塚店はちなみに何台、4円パチンコで40台と、1円にも1台。あー、41台、はい、結構ありますんでね、皆さんもう少々お待ちくださいね。あんちゃんのハート様待ちかな。そうですね、初見こんばんは、どうもいらっしゃい。こんばんは、山ちゃんデストス配用は。もうちょっとちょっと今日はスペシャルゲストはいらっしゃらないんですかね。スペシャルゲストですか、どうでしょうかね。山ちゃん、はいはい。圧力が太りすぎて気候のシャトルバスが傾いたと嘆いていました。嘘でしょ。もうね、タイヤがパンクしてしまいましたからね。ない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 、大丈夫です大丈夫です。1円早いね。そうですね、もうそうですね、最速で入れます。最速で1円に入ってますんで、打ちたい方ぜひ来てください。はい、今日は吉江寝てるんですか。吉江様は、今日はどっかでまた放送していると思いますね。ちなみに1円の話題で言えば、はい、あの大海スリーもすで、はい、に3台入ってますもんね。大海3、マールンパチンコも1円にすでに3台あるということなんでね、信頼1円で打ちたい方ね、はい、来てください。ちょっと競争力だ、競争力だけは競争率ね、競争率だけは激しいですけど、招集力みたいになってたよ。じゃあ TM とか TM。 連日、満員御礼です、割れないよということでね、ぜひ早めに来て。そうですね、お願いします。ちょっと早めに来ればね。そうですね、ちょっと立ち見で追い出されるから早く、ガロの、稼働ちょっと下がっちゃったでしょう。そうなんですよね。あ、そうなんですか。でもね、うん、大丈夫ですよ、やっぱガロは。ガロ、ね、山ちゃんガロ好きだからね、はい、ガロ愛はたくさんある。ガロ愛はもう、いっぱいありますよ。はい、大丈夫です。吉井は今隣で寝てるよ、本当か。ジャック様、おいお前俺の名を言ってみろ。あ、今日ね聞けるかもしれませんね。あ、そうですね。山ちゃんデスソース食べていいじゃないの。ダメダメ。大海のボーダーは23だからお前ら騙されるなよってことね。まあね、回るパチンコですからね、ある程度回らないと ね厳しいかもしれないですね。脱線コメント良いですね。あ、ぜひぜひ今日もよろしくお願いします。今日どっち打とうかな。あ、どっちがいいですか。もう先に決めちゃえばいいんじゃないですか。いやね、うん、いや、あんちゃんが、うん、なんかガロを打ちたいだのなんだの。あ、じゃあいいんじゃないですか。でもね、今度は北斗をやっぱ打たせていただきます、うん、どっちなのどっちなの。まあ今日のコスプレを見て決めましょうかね。それで決めましょうかね。山、剣王様どうなった。剣王様、はい、剣王様、いや、まだそれ完全預けんですよ。剣王様からちょっとまだ連絡は来てないですね。ないね。うちのホームの、ガロが半分の10台以上免停中になってるんだけど、何かあったんですか。ガロ、うん、いやいやいや、特にはないですね。特にはね、うちではないですね。これから今あれですね、故障といえば、はい、高田組じゃなくて浜崎あゆみ、ね、あれがちょっとあの役物が結構、ね、そうそう、壊れちゃう、ね、壊れやすいっていうことありますよね。これからどっち押しでいくの、北斗より、両方ダブル押しでしょ。ダブル押し、ダブル押しです、はい。シアル山ちゃん、激アツでも外す男はいつ導入されますか。あの、ね、すぐ激アツ来るけど外れるっていうね。そうだね、うん、今日も見れると思いますんで、まあね、ぜひ最後までぜひみんなでわーわー騒いで楽しんでいただきたい、はい、そうですね。昨日放送見てて思ったけど、圧力はコムを可愛がってるな。好きなんかイケメンだし、あ、ね、横須賀の、副主任の子なんですけどね、コムはのラブライブというアニメが大好きで、僕も大好きなんでね、そういう共通の趣味がね一緒だということで、まあ仲良くして馬が合うってやつですね。馬が合う、そう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 、いやいや、誰推しですよ僕はみたいな、なんかそういうね、中学生みたいな話をいつもね二人でしてるんですよ。あっちゃん風邪ひいてないですか。ちょっと喉痛いかな。初打ちで RTC 内で当たってジャギ様選べて、しかも昇天させた、すげえ。マジっすか。これはすごい。山ちゃんスローにも力入れてよ、スローもいいじゃないの。
スローはいいじゃないの。賛成からハートさんも出てくるかな。今日でもね、うん、いやあのカーボイウェアアップもやっぱなかなかすごいですね。あすごい。今日9000枚出ましたもんね。すごいね。うん、預けんとつか来いよ。今日アマ乙女3で17年して、財布ほっこり、何時から実践ですか。朝まで寝ます。あもう始めます。あもうあと、はい、カウントダウン5、4、3、2、1ですね、はい、もう始めますよ。北斗 STV 打ちたいけど、いつまでも調整中で打てないようだそうです。ん STV？ うん、ん動いてる動いてる動いてる、うん、はい。僕は、海ちゃん、あ海ちゃんね、和光今年一番熱い実機バトル会場はここです。ここです。明日小田原なんですいません。預けんかな。北斗初日ダイス取れなくて、ガロ打ったけど内尾さんになった預けんだよそれ。今日は山ちゃんに圧力ライターを持ってもらったらいいんじゃないか。あそうですね、最近あちゃんの MC 多くて嬉しい、ありがとうございます。じゃあそろそろ行きますか。そうですね、はい、じゃあ皆さんそろそろ行きますね、はいはい。もうね正直見慣れたねこれ。え見慣れたよ、まあ、完全にね。でもなんか今日はちょっとね帽子がない分なんか、あ帽子、うん、ちょっと ね気を抜いてますね、はい、気を抜いてます。じゃあ画面切り替えまーす。はい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 、はいはい、大丈夫です。はい、ということで皆さん遅れまして申し訳ございません。皆さんこんばんは、はい、11月6日木曜日、本日はキコーナートツカ店から生放送です、はい、せーのトツカニャ、よろしくお願いしまーす。いやいや、ちょっとね遅れてしまいましたけれどもね、はい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 ってね、はい、この毎週恒例の毎週恒例の腹叩きをいやいやいや腹叩きぜひ来た際にはね、そうですね、お腹をねポイってやっていただけるいやいやそういうお客さんいらっしゃったあのあんちゃんとハイタッチはここですから全然違いますから、違いますはい、何も入ってないですからお腹からそうですよ、はい、これ画面横伸びしてないですか横伸びはしてないですねしてないです、大丈夫ですよ。これは10分延長ですね。丸焼きにするぞ、賛成あんちゃん待ってました、はい、ね、でも今日賛成ですけど、今日何賛成柄だってことはね、はい、でも北斗北斗打つ、よしよしよし、あんちゃんは北斗、じゃあ山ちゃんは今日ガロやります、ガロ今日やるということでね、はい、賛成柄素体ホラーをぶっ潰せばいいですね、はい、あんちゃん山ちゃん賛成あんちゃんこんばんは、こんばんは、もっこりが気になります。山ちゃん髪切った？切りました。逮捕だろこれは、マネキン先生笑った。山ちゃん髪すっきり、ちょっとね逆に髪の毛ってのは、はい、まん丸くなっちゃいました。ああでもなんかシュッとしたイメージありますね。あそうですね、はい、まあ、ダイエットもね、そうそう、今 1.2 キロぐらい、おちょっと痩せましたね。で、はい、食べたら戻るんですけどまあまあまあ来週またね、大きくなって帰ってくるかもしれないね。賛成からとき、か激アツ、白ってことは高級なハムですか。左のタイツ欲しい、どこで買えますか。これね、鈴木マネージャーの、あーそうですね、エリマネージャーの、お手製です、お手製ですから、はい、賛成柄なのに北斗裏切り者にも程がある。いやいやいや、先週も裏切っちゃってね。あそうですね、はい、ダメだったんですけど、ここ、裏切り者ってことはね、うまく RTC 中に当ててね、ザギでね、ザギをね、選べるかもしれませんね。ちょっと待って、前回これで当たりがなかったはずだけどね。よくはそうなんですよ、よく覚えてますね、皆さん。まさかの一品物丸太、トツカニありがとうございます、ありがとうございます。ということで、ね、本日はですね、はい、北斗の拳6、はい、剣王とやっちゃいますよ、ガロ金色になれ、こちらの2基地で、はい、出玉対決、はい、やっていきたいと思いますので、皆さん2時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ CM 行きまーす、はい、はい、ということで今ね画面調節しますんで少々お待ちください。今日は勝ちたいんですけど、いや今日は勝ってもらわないと困ります。いやここのとこ、ま、あれなんですよね、勝負、うん、ボロボロなんですよね。そう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 、あんちゃん結構最近引きがね、いやあまりいない、プライベートもねボロボロにされてね、うん、あ最近こっちもボロボロにされて、それはまずいね。うん、カメラ位置はもうちょい左かな。競馬行ってもボロボロだし競馬はね、うん、
これで当たれば北海道っていうつもりで、ね、あそうね、うん、かけたんですけど、うん、あじゃあもう打っていいよ、打っちゃえ打っちゃえ、帰り討ちにされました、うん、はい、ルパン3世やろうよと、あルパンが見たいか、あじゃあこれはちょっと検討しておきますね、ルパン、はい、ルパン結構ね、うん、まだ人気ですよ、うちは。あそうですね、はい、はい、ガラを金色になれ、パチで本当の幸せは得られません、以上、いやいやいや、いやいやいや、そんなこともないですよ、パチでね、うん、幸せは得られます、はい、はい、当たった時の喜び、そうそうそう、平塚のオープニングで鈴丸の生 CM やってもらいたいな、あじゃあそれちょっと言ってきます、あありがとうございます、RTC で当たんないとジャギーとアミーバー選べないんだけど、そのうちコマンドとかで選べんかなと、まあそれはね、あのサミーだからありえるよ全然、でもあの確変中のいい RTC 入って当たっても選べるようになるみたいなんで、はい、ああなるほどね、初当たりじゃなくてもいいみたいですね、はい、行きます、じゃあ早速お願いします、はい、了解です、はい、今日はですね、北斗が、あんちゃん、ガロが、山ちゃんということでね、はい、北斗ちょっと大きいかな、あれなんかマックスって出てる、うん、音量、あ、じゃないです、じゃないです、いきなりチャンス、いきなりチャンス、大丈夫、あーあー、いかないか、いかない、はい、北斗大きいですか、じゃあ音量下げますよ、はい、プライベートでも賛成柄でいけばいいんじゃないですか、あのね、出来になるよ、サミーの台のスロットがめっちゃ相性が悪い、なるほどね、スロットが、うん、あそうなんですね、まあ、サミーは結構ね、出るとき出るからね、ねえ、化け物転生と、うん、あんちゃん、大海やった、まだ打ってないです、はい、まだね、導入してまだちょっとしか取ってないですからね、はい、そうですね、マット部の大先輩方、こんばんは、こんばんは、こんばんは、木曜大好きです、あんちゃんマットで行ってミルク、ありがとうございます、いや、これね、あんちゃんの合言葉みたいになってますんでね、そうそうですね、初見、KO はダブルアタッカーみたいな革命ありますか、革変、革命、あダブルアタッカー、今回もね、まあ、ダブルアタッカー、今回も継承してる感じですね、そうですね、まあ、前作の5を、継承してるような感じの台になってますね、はい、今回は北斗のいいところ見せてくれ、はい、あんちゃんですよ、見せて、あんちゃんです、あんちゃんです、はい、頑張ってください、はいはい、あとはね、まあ、やっぱ先週ガロが単発しか弾けなかったんで、ね、ああ確かにそうでしたね、まあ、そういったところで今日はそうです、ね、何としても格変に入れてね、連チャンを見せる、見せたいと言ったところですね、はい、神回にしたいですね、うん、ただのは入ってますか、ただのはですね、まだですね導入は再来週ぐらいですかね、そうですね、はい、多分17が最速かな、はい、うん、関東は、まあ、入ってる地域もあるんでしょうけどね、はい、この北斗かなり期待していると、ぜひぜひね、打つんだったら戸塚で打ってください、この北斗はね、はい、すごいよ、 やばいですよ、うん、やばいやばい、やっぱ出るときはめちゃくちゃ出ますよ、出る最高どれぐらい出ました、もう7万8000発ぐらい昨日めちゃめちゃ出てんじゃないですか、まだ木曜日ですよ、だっていや昨日、水、うん、昨日だって、昨日ちょっとね、40代ですけど、ミリオン達成しました、40代です、あなるほど、まあね、逆ミリオンね、逆ミリオン、ね、達成してね、山ちゃん多め玉みたいなね、はい、いや多分今日、あれ無知打ちの系ぐらいになってたんでぜひね、皆さん戸塚でね打ってください、北斗の拳ね、はい、ファイナル、コーズ、本時期は出るまで時間かかるよね、まあ、北斗もね言ってもマックスですから、まあそうですね、まあ一発ただ当てればね、うん、当ててしまえばそこからは早いですから、そうですね、こんばんは、こんばんは、人気機種対決か、当たるかね、いや当てますよ、当てますよ、それから虹間際かもしれませんけどね今日もねただね、平塚との対決あたりから、はい、ちょっと当たらない、そうですね、最近ちょっとね当たらなくなってきたんでね、今日はなんとかいいとこね、でもね先週の北斗は早かったですからね、あー確かに、あとは、私が、ね、違いますよ、あれは、はい、ね、録画だったからね、録画じゃないですよ、僕もちゃんと打ってましたからね、うん、僕だけ早かったってね、ガロー犬中毒になりました、やっぱりガロは楽しいですよね、まあ、そうなんですよね、これは分かる、うん、やっぱバイブついてるところとか最高にいい、ね、最高ですね、うん、ガロは打ち込んでるから北斗を2台見せてほしかったな、あなるほどね、なるほど、まあ、その辺はね明日の、蒲田店の放送で
見ること可能だと思いますのでぜひ明日もね、キコアナチャンネル関東版見てください。お願いします、はい、あんちゃん黄色保留入ってますね。いや空気みたいですねこれ。はい、緑に変わるかなこの後。やっぱ赤になんないとね。そうですね、保留は黄色のまま。はい、和骨です。どうもこんばんは。打ち込む前にパチ屋から退場させられるんですけどどうしたらいいですかね。退場なんか悪いことしたのかな。メゾンはまだですか。メゾンも17の週かな多分ね。そうですね、はい。11日休み取れたけど大丈夫、10月同じようなことにはならないですか。いやいやいや大丈夫ですよ。もう本当大丈夫なんでね、もう遊び来てくださいぜひね。すごいやべえ、やっぱ北斗すごいなと。俺は北斗で、北斗64万発出たよ。おお、おいおいおい、3年前の北斗と演出変わんないねと。あ、まあ、まあね、そうですね、覇者と豪商のいいとこ取りみたいな感じはあるんですよね。はい、ミス6万発ね。ガロの方が夢はあるよねと。ガロは駆け抜けすぎる。どっちだどっちだ。ガロかけろ北斗、その6万発で戸塚へ、へ5、あ、戸塚へ豪華。ガロは平気で万発超えるよね。超えます超えます。超えます超えます。なぜかガロは今のところ必ず2連以上してる。あ、相性いいんじゃないですか。相性いいですね。ちなみに僕もですね、今回 ST 入ったら駆け抜けたことはまだ1回もないんですよ。あ、ガロは、はい、いや僕は全然ありますね。ガロファイナルはね、あ、もうファイナル相性悪かったんだよね、山ちゃんね。ファイナルはもう全然でしたから。そうそう。和骨どうもこんばんは。まあちょっと愚痴っていいですか。いいですよ、どんどん書き込んでください。お、ちょっと VF… あ、じゃあ、ね、はい、この下が開いたんで。あ、なるほど。こんばんは、戸塚アニャこんばんは、こんばんは。最近のパッチなかなか5万発超えないよねってことなんですけど、そんなこともないと思いますね。超えるときは超えちゃいますよ。そう要は2000発偏ったときとかはね、うん、すぐ行っちゃいますよね。そうですね。だってガロなんて2000発しかないんだから。ああ、確かにそうですね、右打ちで当たればね。そうですそうです、25年すればいいんですよ。そう簡単な話ですよ。こんくらい回れば楽しそう。吉江さん、今月は吉井さんいないですよ。来週ですね。はい、来週行きます。電サボきた。山ちゃん、こっちはお前よ、立川の狂犬って言われてるの。あ、いつもありがとうございます、立川の狂犬さんね。もう毎日ね、このコメントいら、入れてくださってね、ありがとうございます。ガノー、今時期俺もまだ駆け抜けない。おう、山ちゃん駆け抜ける前に当たらないんじゃないですか、てん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 。大丈夫大丈夫、まあ。でも、あれじゃないですか、この頃ガノー、今時期打ってないじゃないですか。いや、打ったんだよ、打ったけどね、当たんないんだよ。やっぱ当たらないじゃないですか。これね、ほんと最近当たらなくなってるんですよね。まあね、それ言ったら自分もリング当たんないんですよ、この頃。ああ、そっか、あんちゃんリングすげえ調子いいって言ってたもんね。はい、それが最近当たんなくなった。まあ、その前僕は番長がまあまあ調子良かったんですけど。あ、スロットの、はい、はい、もう最近もうね、すぐ天井行っちゃうんだよ。ああ、もうね、私ね、その話を聞いてからですね、はい、番長を打ちに行きましてですね。あ、そうなんですか。ボコボコにされましてですね。その後、あんちゃんが、あ、リング初当たり軽いとか言ってたから、リングやったらね、はい、もう1回も当たんないみたいなね。、もうほんと散々でしたね、この間打ちに行った時は。いや、僕もリングほんと当たんないんですよ。デンジャーから出ても外れたんでね。ああ、で、まあ、しょうがなく最終的にはラブ城でひたすらぶん回すみたいな。いや、まあね、やっぱでも好きな機種打つっていうのは、ね、そう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 、いいっすよ。やっぱ好きな機種打つとね、まあ、負けても納得いくんでね。それで出たらね、嬉しさ倍増ですからね。そう、ファイナルも今時期も初当たりすら引けない、頑張ってね。こんばんは、今日は何食べるんですか。今日はですね、すいません、買ってなかったです。すいません、今日はちょっと時間がね、なくてね、申し訳ない。突角で打つと、突角が多いって本当ですか。そんなことない。それ初耳ですね。そうですね。ガロキンも、結構駆け抜けると、まあたまに吹くけどと。そうだね。本時期ってなんかでも、連チャンした時は、本当なんかすごい連チャンする人が多いですよね。あ、確かにそれはありますね。桜っているんですか。これはね、いないと思いますよ。そもそもほぼ ST に入ってる時点でおかしいわら。今時期は30連が最高ですね。すげえ30連、これはすごいわ。ガロは ST 突入8割ほどだけど、3連続で駆け抜けてから打ってない。うわー、きついね。これはね、打ちたくなくなるな。
だけ毎日来るな中堅おいつ、山ちゃんは駆け抜けようとして足をくじくタイプだよね今時期は、単発ばっかりなんだよね、リングの方が相性いいと。あ、この辺はやっぱ個人差あると思う。 あ、あとやっぱりリングは何がいいかって絶対 ST 入ってくれるんで。あー ST 突然使う、ね、リングはね、でもただあれですよね、ハイパーになるかスーパーになるかどうかですよね。あー、そうだね、うん、北斗通常ばっかりで無理、ガロプレターンで、シャレにならないぐらいプレターン、あー単発が多いですね。確かにプレターン多いです、うん、昨日総当たり回数74の台を、終日打ったんだけど、あ、一昨日総回、総大当たり数が74のやつを昨日打ったんだけど、はい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 、173は、なんだ、あ、17334ラウンド通常、958ハマリ閉店で終了しました。マジっすか、人間設定がやばいっていうかね、これはよく粘ったね、本当にすごいっすね。1700まで俺多分耐えれないわ、多分もう耐えらんないっすね、うん、北斗よりルパンの小当たり時刻の方がきつい、うん、あー分かります、山ちゃん先月の収支はどうでしたか。先月、うん、当然のマイナスですよ当然のマイナス、ミーもミーも、北斗の世紀末モードも大概やで、まあね、うん、そこに自販機あるよ、今からピザ頼もうか明日今時期行ってきます、当たる秘訣教えてください。当たる秘訣はですね、アートロクライター。あ、いいんですかそんなこと言って、僕そんなこと言っちゃっていいんですか。 僕じゃあ配達しに行きますね今ね今からあの山ちゃんにね、このアートロクライターを配達しに行きましたのでね、これじゃあのお守りとして、お守りとして今日は持ってね打っててください。それでね、山ちゃんが当たればこれで当たらなかったらね、もう投げ捨ててやりますよ、こんばんは、頑張ってくださいね、ありがとうございます。じゃあみんなの最高レは何回ですか。まあ、機種とかバッチにもよるんじゃないの。あ、でも、自分は北斗かな。北斗23か24年で、あのね、うん、焦点させた時、うん、あ、焦点、あ、時でやったのかな、うん、あ、覇者、覇者で時で、あ、すごいね、うん、発射全然連射しないんだよな。でもそれ、それで、うん、その時のもう超傑作ですよ。レシート落とした事件っていう。レシート落とした、うん、いや何やってんの本当にいやでもすごい、うん、優しいあの店員さんが、はい、親身になって、うん、で探してくれて、実は落っこってて、はいはい、見つかったんですけど、はい、出過ぎてて、ええ、一回途中交換したんですよ、はい、2万3000発かなんかのレシート落としちゃった。いや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 、もったいないよそれは。あんちゃん何回落とすんだよね、うん、最近 AKB で学園入るけど5連続で2連で打つ気が打せた。あー AKB か。飯も報告すぎるわら。60% 継続で45連、はあ、すごいねこれ、しかも1パチ、すげえこれは。あれゆとり刀と高橋店長、それは相模原ですね、火曜日見てください。酒パー T シャツ着て打つと当たる、うん、どうだろうね。あんままだ持ってる人があんまりいないから何とも言えないかな。そうですね、うん、あ、あれだね、小牧くん持ってたね、小牧くん。あー持ってますね、チェリキチ。刺さりは刺さった、矢が刺さった、あ刺さりましたよ、ケンが。剣刺さった、山ちゃん剣刺さったよ。ノーマル、あ、赤保留か。赤保留。さあ、山ちゃん、いきなり見せ場来ましたよ。今日も。いいんじゃないの、当たっちゃって。皆さん、コメント用意、早く早く。コメント早く用意して。え、あ、びっくりした。よしよしよし。はい、疑似でーす。これはね、疑似さん、言ってもらわないと。うん、うん、準備中。うわー、刺さっても外れるからな。頑張れ。これが、当たったか。あ、ブルブルが今、緑でしたね。うん。ザ、てん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 、外れ。当たった、当たった。当たったってコメント結構あるよ、ね。え、あれ、テンパっちゃったよ。山外れ弱いな。なんだ今の。ギジさん行くだろ、山ちゃん出せ。ああ、びっくりした。はい、ギジさん。こんなギジさんあるんですね。こんばんは、出す。は？ギジに？ギジさんですね。はい。これ来たんじゃないの？いいの？こんなに早く？これ来ちゃったよ多分、うん。チャンスもあっちゃんだしな。あ、圧力ライター？もしかして？圧力ライターのおかげ？これ。リュウガリッチ弱は、出せ。あ、早すぎた。拳銃？なんだあれ。さあ、ギジさんからの SB ちょっと弱いかな。ちょっと弱いな、うん、山ちゃんらしいとこ見せて。弱いぞ、どうせビオレーター青だろ。で、リアン、はい、外れ確定。あ、赤い。さあ、エンブレムは完成しましたね。
さあ上が出て上出て上は出な い, 出ない、はい、今来ましたコーンいらっしゃい、ライターのおかげじゃ、これはダメだわ、諦めるわこれ、トイレ行くくらい弱い、ちょっと弱いな、うん、弱すぎるな、ポチりました、赤い、あでもまだこいつだったらまだちょっとチャンスあるあんちゃん次レシート落とすのはいつですか、拾いに行きます、はい終了ないな、軍なし、解散、ハイムリ、出せ青刺し早い早い早いよ発声練習出せ、あ赤タイトルなら当たったらライターチョもするわ、もう何度も裏切られてるから図柄揃って弾が出るまで信用してないよさあどうかな山ちゃん、なんかね、うん、なんかちょっと一つ物足りない感じがしますけどね、そうですね、まああとタイトルですね本当に、うん、左打ち返しするわ、赤で来てよ、うん、赤で来てよ、なんか緑で緑バグルーを撃破せよ、はいはい終わった、全然足りないよ、終わっただこれは足んないよ、これはちょっと足んないね、イルミも来ないもんな、うんうん、ちょっと弱いかな、ライター捨てようじゃないよ本当にまだ分かんないでしょ、安心の山ちゃんだった、山ちゃん今のうちに保留貯めてろ、ださあどうだ山ちゃん、べっあーだっせー、山ちゃんしっかりしてしっかりしてくれ、そしてね知ってた、だっせー、山ちゃんライター捨てよ、山ちゃん、くぎゅうくっせー、安定の山ちゃんぷわらわらわら、これはちょっと痛いな、まあでもねちょっと演出的には弱かったからね、まあ弱いですねちょっとね、あそんなもんでしょう、だせいつものライター捨てればよかったのに、ライターより山ちゃんの方が強いということか、だせー、チキンやんだっせ、今日も通常運転ですね山ちゃん、はい、いや今日もパンがうまい、相変わらずですね、ライターを激やせよじゃないよ本当に、平塚弱いな、平塚じゃないです、ここはね戸塚ですよ、はい、ライターを押し込め、嫌なもん見せんじゃねえよこれ移動レベル、回らないしな、そんなことないですよ、隣のおっさんが外した瞬間はなぜかホッとする、まあねなんかねその気持ちは分からなくはない、うん、当たらない剣は刺さるなよ、まあねまあね期待しちゃうからね剣刺さるとね、期待しますよ、今来たよ、戸塚は出演者が安定だねとか、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、あ2回来た、ちょっとチャンス、いやなんもないな、はい、ああ面白かった、今日の山ちゃんは10打席ぐらい、いきそうだよねそんなに当たんない今日、いやいや10回外すってこと激アツを北斗って小当たりも399だよねで150分の1くらいで引けてるんだけど、わらわらどうなんですかね、今回の小当たり確率、確か小当たりもそうですね、同じ、はい、はい、そろそろ倹約物壊れてきましたか、倹約物、あ、いや今火消しゾーンが来た、火消しゾーン、だいたいこれ緑保留だよね、そうですね、うん、北斗見せ場まだかい、まだです、はい、やっぱり山ちゃん最高だぜ、あれ火消しがなくなった焦げちゃったね、北斗の語り先だろう、あっちゃん来週は吉江で再来週はあっちゃんですか、来週吉江で再来週吉江です、ガロは当たらないときは、何に来ても当たらないなと、まあね、また、北斗の語りは本当やめてほしい、山ちゃんのガロ系の信頼度は、ニッパーだいぶ弱い、だいぶ弱いニッパーはさあ、あんちゃんは何秒までいくかな、6秒でボンかな、はい、健康症よりも顔が半閉じで、停止するとかよく見るよ、あ顔上の、あ上はね、あれなんですよ、手とかが近くなったら、はい、勝手に止まっちゃうんですよ、ああなるほどなるほど、はい、そういうことですね、なんか物が近くなったりしたら、なるほどなるほど、センサーがついてる、センサーついてるんだ、よく行くホールガロの角が折れてて途中で止まった子犬みたいになってるよマジっすか、角折られちゃった、それはきついな、ガロ系が刺さっても当たらないこの店はどこですか、聞こえの戸塚店です、逆に小当たりが正常に抽選されてる、頭か、火曜の北斗ひどかったけど今日は大丈夫ですかね、あ、ギジさん、さあ頑張って、山ちゃん、ギジさん、またギジさん来た、赤エフェクト来るか、頼むよ頼むよ、白、あ白、はい、お、かっこいいリーチ、これガチの店員なんですか、そうですよ、対岸はいらない、対岸魔獣、はいはい、学生、
山ガロの当たり確率は何ぼですか。本気お、ちょっと山ちゃんこれチャンスなんじゃないの。長押し一撃、これチャンス 4.5 これやばいよ山ちゃん。山ちゃんこれ星 4.5 やばいよ。やばいやばい、いいぞ、いっていって、はい山ちゃん、来たこれ当たりじゃない。もう当たり、おめでとうございます。いや今日早かった山ちゃん。あ、これで当たりなんだ。はい、おめでとうございます。あざっす。はい、今日は早かったですね。何回転ぐらいですか。ちょっとね、ガロの顔が邪魔でね87回転ですね、はい、87回転大当たり、おめでとうございます。あとは格煙を引くだけですね。あれ、はい、ああ、こっからザジリーチに行くってことなんですね。え、だってレインボーになってたでしょ。はい、うん、逆エンブレム、逆エンブレムでしたもん。はい、レインボーだったよね。うん、ガロの顔殴りに行こうぜ。珍しいな、そろそろ雪かな。ST は確定じゃないだろ。そうですね、雪かなって、はい、山ちゃんかっこいい、レインボーは単発。いやーもう、明日金色だわ。本来は当たりではないけど、レインボーが出たから当たり、うん、あれも2時、ST ヒート2の100ペソ、山ちゃん当たったから寝る早い早い、見てて見てて、うん、これね、これでももう当たりだから、うん、できたら赤い、赤以外が出るよ、ね、レインボーとかね、はい、うん、これも外すんだろ。あ、なんだなんだ、ここ赤なんだ、うん、赤、天気確認してくるわ。山ちゃん単発おめでとう。ライターのおかげ。天気ってもう氷が降る感じじゃないですか。レインボーというよりは逆エンブレムだから、レインボー。そうそうですね、うん、珍しい当たり見れて嬉しい。これだから今時期やめられない。びっくりしたわ。山ちゃんありがとう。明日は大雨だな、プレタンかな。山ちゃんの場合はライター効果かな。ターンであることを確認して、ね、確かにライターもいいかもしれない。ちょっと皆さんライター取りに来て、戸塚店にあるからね。圧力ライター。ペー、あれ？お、復活パターン。これ復活ってことは、はい、期待できちゃうんじゃないの？もしかして確変？ホッコン負けるな。あ、アンちゃん負けるなってコメント来てますよ。はい、頑張ります。はい、アトクライターもらいに朝から並べます。抽選は何時からですか。もう誰でももらえますよ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。タンだから脱線用意しとけよ。戸塚は天気大荒れかな。台風が戻ってきたらどうすんだよ山ちゃん。北斗、KMO で潜伏引いて戻抜けしたりするのかな。どうですかね、それはないんじゃないかな。山ちゃん嫁さん抱き心地よかったよ。こんばんみこんばんみ。7個、素直に当たれよ。ここで外すというプレミア期待。普通に当たれや。ダサくなくて山ちゃんなんて、山ちゃんじゃない。素直だ。大当たり出ましたか。出ましたよ。出ましたよ。景品にガロのエナジードリンクがあったわ。あ、そうなんですよ。うちも置いてありますんでね。戸塚店にもあると。ポイントで、はい、ぜひ皆さんポイント景品なんですけども、はい、取りに来てください。はい、まあ、ポイントを貯めるには会員カードを作っていただいてね。そうですね、はい、ポイントを貯めてください。 8ポイントで打てるんで、はい、じゃあ8日間くれば、8日間くればはいもらえますんでね。あ、ダメだ。あ、ちょっと弱い。でもね、蹴りだからちょっとチャンスアップ、ね、チャンスアップ、はい。圧力ごめん、粉々になったライター、タイム風呂式で元に戻すね。ドライブ。おー、赤だ。あー、これはいったんじゃないの。これいったでしょ。これはいったんじゃないの、山ちゃん。これでいかなかったらちょっとね、チャンスアップ。うめえ、確定。すげえ、いくよ。こっそりガロドリンクくれませんか。あー、確定です。あ、これ確定らしいですよ。確定なんすか。はい、6、7、8、9、で、はい、おめでとうございます。いや、見せれましたね、今日は。早いよ。はい、確定じゃないか。むしろ連打するな。赤フラッシュとか確定。あんちゃん頑張れ、山ちゃんに負けるな。はい、はい、一生懸命頑張ってます。はい、戸塚店の景品に孤独のグルメ DVD ボックス置いてください。高すぎる。1万円以上置けないからね。圧力ライター欲しいけど新潟だから戸塚行ってみたい。もう遊び来て1回ね、あのお休みの時でいいんでね。ぜひ、そうですね、長期のお休みでも取れた際でも、はい、ぜひ来てください。北斗見に来てるのにガロ当てんなや。今更ガロ、今日初打ちしてきた。今日山ちゃんの台の映像はサスエのショールームからの中継ですか。ちゃうちゃう。戸塚で打ってますよ。今回の北斗あかんよ、客飛び早いからその分金色増やそう。圧力ライターはたま、またんごと、うん、よくわかんねえな。粉々にしてしまいました、やめてください。連打重要。よし。いや、即スルーもあるからな山ちゃんは。、うん、あるよ。いやいや、
僕大丈夫、金色でね、うん、スルーはまだ1回もないから、はい、ST 全力で駆け抜けるお仕事をいや今日でも初駆け抜けしたら嫌だな今の龍河の顔を、野々村議に変えよう、駆け抜かはやめてね、この時の顔、へそ保留残ってたっけ、残ってたらちょっとね、ちょっと残ってるんですよ、はい、なんだよ今日は音声だけで山ちゃん打ち手は違う人かよ、いやいや、いやいやいや盤面反射して映ってるから大丈夫だよ、今更今時期今日、あ、これ読んだ、山ちゃんはデモ機だよね、違いますよ、ではここで圧力ライターをあんちゃんに、配達で、と使ってどこですか、ここはですね神奈川県横浜市、にあります、気候な戸塚店、ぜひね、はい、一度遊び来てください。さあ駆け抜けない山ちゃんの実力を見せてもらおうか、やっちゃいますよ、はい、デモ出し早よ、横浜早いね、もう、はい、もうデモ出し、あんちゃん勝負やめて焼肉に行こうあとあんちゃんと山ちゃんに2人で頑張ってもらう、駆け抜けろ、キュルーンが来た、キュルーンが、さあ剣刺さるかな、刺さって刺さっちゃっていいよ、ボーン来た、はい、行っちゃいますよ、はい、お願いします、はい、早い、八回転大当たり、もうねもうね、いや早いね山ちゃん、そうなんですよ、もう、うん、これね当たるんですよ不正とか来てるちょっとたまにはいいでしょ、うん、確定背景やん、おお、あ、そうなんですか、はい、気持ちいい、検証で大当たり、確変付きお願いしますと、あんちゃんね、はい、山ちゃん手入れしてたよね、してないしてない山ちゃん動画じゃないの、下はしづらいよ手入れ、山ちゃん動画じゃないの、証明するためにカメラに映り込んで、はいはいはい、大丈夫、はい、大丈夫ですよ、どうもー、あそこからいたのおかげではないです、大の、性能です、大阪前乗りカプセルホテルより、拝見させていただきます、高橋佐藤よりということでね、あれですか、うちの、はい、うん、あー、はい、お疲れ様です、うちの社員ですね、頑張ってください、神奈川までライター買いに行くは、いやいや無料なんで取りに来てください、はい、バカナはガロでお願いします、曲選べる、これ選べるんでしたっけ、うん、どうやって選ぶの、気候なの係数機は大丈夫なの、大丈夫ですよ、あんちゃん空気作業台出るの、はい、普通に業務中ですね今は、保留たまらないバラ、今日のピークやばいぞ、スルスル、インチキ良くない、してないよ、手入れしてたよ早いのは女に嫌われるよ、山ちゃんの6は違いますよ、今日まだ黄色保留以上上がってないんですけど、やばいですよね、あんちゃんね、あんちゃんね、はい、だいたい敵の服装をするとですね、ええ、負けるんですよ、そうそう、あんちゃん今日賛成からだからね、先週と同じパターンで、先週ハートを着てガロ打ったら当たんないっていうね、そう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 、いや、それのジンクスを突破するために今日はあえてチャレンジしたんで、なるほどね、でもそれじゃあね、視聴者の方がね、ええ、本当は北斗見たいっていうのに、ええ、申し訳ないんで当てます、はい、頑張ってください、ほんとだよ、次山ちゃんこっそりボタン使うの上手くなったね、ちょっとおまわりさんこいつです、何、確定背景、こっちみんな、着目のチャンス、あ、これは動画だ、こっちみんな不正ですね、アトロック、ここで出すからプライベート出ないんだよ山ちゃん、いやね、ちょっとする流れやろ、ほんとそうですよ、80回転で当たりたいよプライベートで、うん、そうだよね、はい、下の、ナンバヤン、これで鳴っちゃったりしてね、どうかだったか、最初が早いぞ、さすがにないか、ないね、山ちゃん次当てれたら嫁をもらうぞ、山ちゃん顔手勝ってるなんだ動画か、山ちゃんガロのオカルトで14、16ラウンドは打ち込まない方がいいらしいよ、ちょっとだよそれ時短だよあ、右はあらかじめ録画しておいたんですね、戸塚といったらあの有名な戸塚ヨットスクールがあるところです、ね、いやないないです、はい、金三重視背景は確定、なるほどね、なるほど、さっき山ちゃんが出てたんですね、はい、北斗見てますよ、ありがとうございます、今日この店1000ハマって、ま、ハマってたよねと、まあ1000ハマるだよね、当然、まあ、こんだけ台数があったらやっぱり出てきてしまうと思いますね、まあ、13リッチみたいな、マックスタイプですからね、そうですね、これ金色の宣伝でしょ、左消そうよ、賛成賛成の、柄のドラえもん、あんちゃんキリン柄の服着てよ、あ、キリン柄ね、あ、確かにね、ちょっと次はキリンさんになろうか、そうだね、アミーバまだですか、アミーバはまだ選べないのかな、もうちょっと多分先じゃないですか ね、 そうですね、あ、赤じゃない今、赤あ、赤さあ、こんなに早く何回転、11回転、マジで、あ、ドックンドックンだ、うん、あ、これ超熱いやつじゃん、これ当たっちゃったんじゃないかな、ほんと通常ホリでも当たったよ、隣のおじさんが、なるほどね、ドックンドックン来たー、どうかな、はい、あれ
おい、はい、来ました、山ちゃん3年目おめでとうございます。あざーす、早いね今日、早い早い。いや、じゃあせっかくなんでね、上もねちょっと映しましょうか。上もね、これ箱が足りるかな。はい、ガロね、おめえ、いいね。いや、久しぶりにこの会長のガロ見たな。あ、あれ、これはこれやっぱ曲選べないんじゃないですか。選べない、順番変えてじゃないですか。なんか選べたような感じしたんですけどね。ポクト空気いいな、山ちゃんキモい、ガオ早いね、ミリコうま、不正いい加減にしよう、どうしたの山ちゃん、何があったの、クソがごときた、もう不正やめてよ、まあ、いつもと違うからね、ミリオンドッグ OK、 学園突入率は何パーですか、北斗は 80% ですね、ガロは 51 ですね、はいですね、はい、圧力ライター覇者と雰囲気変わらないね、北斗はね、圧力モンキーターンの継続率は 82% ありがとうございます。今日ガロの当たり利益見たら1回転なんてものがあった。おお、まあ、当たる時は当たりますよね、うん、いやーねー、1回やってみたいですよね、僕も朝一1回転で当てるっていうのやってみたい、うん、剣王さん、ホット6のケンシロウで、カブト2回叩き割ってごめんなさい、あらららこれいいんだ、あと100年ぐらいしよう、山ちゃん選べるよ、後で後で、ああ後で、あ、うん、そういうことですね、 ST 中に選べるよ、ああなるほどなるほど、あ、そう、 ST 中に選べますね、そうですね、明日ってなんて読むんだろう、これ雷じゃないのかな、今日かな、今日降るんでしたっけ今日も鬼相撲が、炸裂するぜ、こんな当たるからどこに置いてあるんですか、ここは気候な戸塚店でございます。はい、気候な戸塚店でーす。決して平塚ではございません。当たってる時だけ戸塚って言って、当たらない時は平塚って言ったらね、うん、フェイスオブラオまだですか、選べるのは ST 消化中だっけ、山ちゃん店長だから、ね、後でこっそり監禁する気でしょう。できないですよ、大当たり局は選べない、 ST 中は十字キーで選べるよ、なるほど、山ちゃん3年したら全員にジュースを送ってね、もう3年したよとりあえず今視聴者800人ぐらいいるんでね、もう8万円以上です。どこでもかな、キコーナのイメージキャラクターは秋山アリーナから変わったんですか、はい、もう今は石川アリーカですね、はい、元 AKB、 はいはいはい、AKB じゃない、モームス、モームス、はいね、ガル金色1台いくらですか、どうなんですかね、今は中古でどうなんですかね、まあでもまだちょっと値は高いですね、高いと思いますね、1日100万とかっていう話だったんですかね、はい、うん、2パー、北斗の文句は俺に言えしろ、山ちゃん今夜は夢で画廊剣で、引き裂かれるよ、切り裂かれるよ、止まって魔女物語なら朝一1回転で当たったことある、あまでしてもないんですよね、1回転で当たるってことは、うん、エヴァで1回だけ、おスイッチ経験あるわ、おエヴァ多いね、金色の時期買って配信してください、高いよ、さすが、双子の山ちゃんの弟ダサい兄貴にも、当てるように伝えておいてよ、最近の合成技術はすごいね、山ちゃんが今当たってるみたいに、北斗とかの確率確演中に150以上結構ハマるし、アマデジも99以内にあんまり弾ける気しないけど、ガローの100ちょいは弾ける気がすると、あマジですか、これは個人の感覚だよね、うん、せいやのマックスなら朝一2回転で当てたことあるわ、おヒーロー保留かな、あんちゃんヒーロー保留、全然、はい、全然空気空気です、はい、止まれ、うーん、山ちゃんがこんなに当たってることは当たってるってことは明日は嵐が来るぞもうね、皆さんそう言いますね君たちは店員なんですか、そうですね、そうです、山ちゃんは店長さんですね、はい、あんちゃんは、店員さんですね、はい、海のマリンちゃんのネンドロイドが34万円で予約開始 しましたが、買いましたか、いや買ってないですね、買ってないですね、何ですか、これなんかあの山陽の反則でありましたよね、あら、何今なんか緑保留、はい、緑保留っぽい音が、はい、なりましたね、ガロで関東 VS 関西の戦いも見たいですね、ああなるほど、同時中継ですね、昨日北斗赤保留外れた、マジか、いやこれへこむな、実機まで100万円ぐらいしますね、
まだ高いですね、うん、双子ならばしょうがない。石川かもんすね、ごめんね。あんちゃん今日平塚から 生配信なんですね。聞こうなんて大阪にもあるよね。大阪で打ったことあるよ、はい、重曹で。おあ、重曹ありがとうございます。あれですね、系列店舗です、はい、あれですよ、伊勢崎の今井店長がもともといたところですね。パルコ店長ですね。パルコ店長が、元重曹店の店長さんですね、はいはい。あ、そうだ、これ曲今選べないと、うん、我が名はガロ、はい、これか、うん。某グループで2ヶ月で100万円負けたと。おい、つぎ込みすぎだよ。2ヶ月で、うん、もう、あの、キコの遊び来てください。明日、レンちゃん、あ、なんか出た人ガロのエナジードリンクをプレゼントしてください。あれ、なんか何も起こらないかなと。お、疑似しましたね、あんちゃん疑似しましたね、はい。黄色は空気、圧力ライターもらえなかった。嘘、どこで何点かな、ちょっとそれ教えてもらえれば僕補充しに行ってくれます、ね。関西じゃちょっとね、ないかもしれない。あ、関西の聞こなちょっともらえないかもしれないんで、生放送やってる店舗さんにちょっと問い合わせてください。そうですね、はい。ファイナルと、覇者でおスイッチしたことありますよ。おー、マジっすか。でしたけど、AKB で通常当たり後1回転目でラッシュ入ったことならある。逆じゃなくてよかった。緑保留、あ、山ちゃん緑保留。緑はね、リーチになんないからね、うん。まあでも北斗回るね、そこの台打ちたい。雨戸閉めてくるね、いってらっしゃい。夢で海のフグに追いかけられたことならあるよ。ガロは通常で空行すぎて打てない。北斗フォーで朝、朝打ち、あ、初打ち朝一で1回転で当たった。おマジっすか、これもすごいな。山ちゃん結婚してそれは僕もう結婚してます。してますね。明日戸塚行ってガロが当たらなかったら山ちゃんのせいです。5連したら山ちゃんがみんなにガロ大プレゼントし、だし5連まではしてくれよ。北斗よく回るね。嵐が来るから、やばいやばい、来るなら海の様子。あと半分になっちゃったな、71回転の、はい。何当ててんだよ、俺はダッサい山ちゃんを毎週見に来てるんだよ、ね。北斗6でキリンからホリを外したおっさん見た。キリンからホリを外れたんすか、うん。まあ外れるでしょうね。デビルリバースゴンだ、怖いな。兄ちゃんはどんぐり食べて育った高級肉ですか。ちょっとあれですね、うん、一回休ませますか。でもちょっとね、休ませましょうかね。ちょっと山ちゃん休ませる、ね、あと60回転なんでね、はい。なんだっけ、イベリコ豚か。北斗超断末魔ゾーン入ったけど残り2000円になるまでハマったわ。あ、やばいやばい、あ、やばい、これへそおでんがちょっと残ってた。やばいやばい何焦ってんすか。2回転ぐらいだったらね、まあまあね、大丈夫ですよ、はい。今日聞こうの寝屋川行きました、ありがとうございます。ありがとうございます。まだあったの。昨日北斗加減中に邪気に負けて連絡した2回も、あ、これね、火曜の放送の時もあったね。パルコ店長完全に頭沸いてる面白い店長ですよ、伊勢崎の店長、ね。あんちゃんどうなの。あ、なんか暑そうじゃないの、うん。いや、デビルバー OK、 デビスリバースゴー、後半行けばね、うん、俺デビル倒したよ、うん。大して熱くないのが悲しいと。なるほどね、これだったけど、うん、全然疑似ないし、はい。今回攻撃じゃんのか。俺は 0.5 バチで2日で1万5000負けたもん。意味のない疑似連来た。ああ、曲変えちゃいましたか。オカルト的にはなしですねと。あ、ね、曲を変えるのはなしで、ね。あ、そうなんですね。右画面は2ヶ月前の録画映像なんですね。違いますよ、ちょっと違いますよ。はい。聞こうなって見たことないな、東海地方。あ、東海はね、ちょっとまだないですね。大阪周辺ですね、はい。大阪、兵庫、はい、京都、滋賀、はい、滋賀らへんと、関東は、神奈川と東京にありますので ね、ぜひ、来てください。金町のスタバに行ったけど圧力ライターもらえるとかないって、金町のスタバにね。新海は、伊勢崎町今日行ったら、あ、今日行ったらライターなかった、マジっすか。じゃあ早速補充ですね。僕が補充しに行っておきますんでね。次の伊勢崎私が行くのはいつだろう、月末ぐらいの放送には多分行くと思うんで、その時に補充しておきますね。なるほど、はい。来月では手に入るとですね。 来月にはもう確実に、大丈夫です。兄ちゃん来るかないって、服破れないかな、ケンシロウ。ガロファイナルの1パッチで4万発出た、泣きたくなった。いや、出ればいいんですよ、出れば。当たったら次一触即発お願いします。初めて見ますけど皆さん面白いですね、ありがとうございます。ありがとうございます。店長、デビルバ、どこまで止めるかね。いや、もういいんじゃないですか。もういいですかね。もういいですよ。
初日5万3000発出て、水木で13負けたよと。まあでもまだ勝ってるでしょ。アマホクトでキリンガラ外したことあります。あーね、まあ、外れるときは外れるね。今日1回転目でレギュラーボーナス引いた。おお、レギュラーボーナスってスロットじゃないかな。ガロのオカルトで、ST 後半は左打ち消化すると流れが変わる。全然流れ変わらないですよそれ。でもだし、北斗当たるイメージないな。キコーナー森口店は認めると。あ、森口店ね、この裏で今 ね、 そうですね、生放送やってますけれどもね、ぜひね、戸塚店見てください。赤堀を来て、はい、赤堀バトルエースがまだ来てないんで ね、最初のやつだけなんで、騎馬一族は未だに当たり見たことない。俺の地元の貴重な、客前に数人しかいない。マジか、ちょっと頑張ってくださいよね。キコーナーは南アフリカでアメリカ。あるこれはあるよ。これ来たよ。レインボーに変わるかな、どうかな、山ちゃん。あ、まあ、おお、2つあるよ、2つある。ないない赤でしょ、赤で。何これ、上、赤いやいや、2つあるよこれ。いやいやいや、ここのとこが今赤で、上がね上がいや、うん、これだって赤保留なんだもん。ゴート OK、 着目のチャンス、着目のチャンスだよ、山ちゃん。これなるよ、本当にこれなるよ、保留チャンス、保留連あるで。しまって、あんだよ、しまんないの。欲しい、1、2、よし2個だったらいけるよ、うん。圧力でもう戸塚には出演してないんです。あ、します全然。彦根か遠い、これいっちゃうんじゃないの本当に。あんちゃんそろそろ当てて一撃、はい、いきますよ。はい、お願いします。バーン、あれだっせー、山ちゃん。いやいや、これ本当に着目のチャンスだったのに。いやいや、でもまあとりあえずもう一回あるからもう一回あるよ、まあ、あるよ、もう一回あるよ。ってコメントいっぱい来ちゃったよ。ほら、山ちゃんびっくりですよ。こっちがびっくりだよ。だっせいけるか、こいけない。これでもし2回連続これ外れたらどうする。やばいよ、2回連続外れたらマジやばい。ほらね、また赤ですから、また赤。これが閉まって、閉まんないの。大丈夫？やばいよ。これやばい、やばい、また星2だよ。どんだけ盛り上げんだよ、これはダサい。やばい。外すか？また一撃でしょ、どうせ。うん、スーパーボールみたい。これ2回来たら当たるよ。2分の1。あ、ほら、なんかおかしいもん。なんか違う、なんか違う。なんか違うもん。何これ。見た、おー、来ましたー。危ない、山ちゃん。125回転。4連目ですね。はい、おめでとうございます。あざーす。今時キバのプレミアだよ。おお、なるほど。すげえ。ダセー当て方だな。さすがに当たるか。空気読んでください。キバだね。ガロ空気読んでくれたな。いや、あんなね。空気読んで外さないと。当てたけど、とりあえず。ダサい、北プレミアや。危ない、着目のチャンスは逃したけど、うん、パルケイラは熱い、圧力しっかり、しろよ。打ち手の名前が山ちゃんになってるぞ。山ちゃんだよ取り出した、プレミア出してもディスられる山ちゃんにくさ。あんちゃんもちょっと発展しましたね。はい、初めて、後半初めて。あでも白だ。ケンオン、ケンオン、さあ誰だ。ラオリーチ、ケンオン様と、レイ、うん、山ちゃんって誰ですか。まだ、あんちゃんとグルメ旅したい。あ、俺もしたいね。あんちゃん頑張れ。あんちゃんはね、はい、もう家庭に連れてってくれるからね、うん、次はあそこ行きますよ、うん、次はあそこ行きますよ、うん、山ちゃん当たってたって認めてないんだからね、ちょっととりあえずダサいに1票当たってる、当たってる、次は初代チャンスだな、山ちゃん。あ、初代チャンスね。着目の聞かせられなかったことについて謝ってください。いや、わかんないよ、まだ流れる可能性ありますから、まあね、うん、一番弱いやつよ。あんちゃんと山ちゃん逆だろこれ。ケンシロウ当たらない。トキ来い。圧力当たらないですか。マジいらん。本当に弱い。ある意味僕これで着目になったらすごいですよね、うん。あーダメだ、やっぱ緑だ。緑、ポーリーチ2回当てよう。気候の立川はいつオープンしますか。まだまだじゃないですか、立川。あんちゃんの胃袋についていけなさそう。一旦謝ろうか。シポーリーチ、ポーやないか。14ラウンドと16ラウンドはスルーしてください。このリーチ潜伏中に3回外した。調布に気候のありますか。ないですね。俺でも出す、出し室するとすぐ保留変化するイメージ兼、全てをかき消す緑、スーパーカロボーナス見せられなかった件に対する、土下座はまだですか。当ててしまってすいませんって言ってください。当ててしまってすいません
全員乗るのは検証、昨日ボタン保留消化中に、ガル保留2つ入ってボタンもガルも当たったよ、うん、山ちゃん手羽先ゲーなー、ポーラオーリーチの外れの王道ゲーン謝れ、はい、外れましたね、ガル保留なんてでも初めて見たけど ね、初代リーチ見せて、3D の V 図柄見たかったのにな、うん、山ちゃん来週何のコスプレするんですか、この流れはまあ山ちゃんに分があるね今日はね、ねえ、はい、うん、今日北斗で5万円負けました、次頑張ってね、家のパソコンが脱線ウイルスに感染しましたちょっと直してください、おかしいよ、うん、圧力ライトは届けと念じたけど届かなかったよ、へそ保留残してでも、出しているやつは頭沸いてるよね、ガロ3回連続でスティスルーして、ついに目が覚めたよ、無理だこれ、はい、マジっすか、うん、いけますよ、マックス機は長年の、統計的に600回転ごとに初当たり1回の体感なんだけど399っていうのが普通に嘘だよね、いや399は399は399ですよ、はい、スーパーカロボーナス来なかった件に、関する山ちゃんカットインはまだですか、あんちゃん戸塚にまだね、まだチャンスありますから、ありますよ、戸塚に深夜までやっているおすすめのラーメン屋ありますか、戸塚ですか、はい、深夜ってのが大抵もう12時とか何時ぐらいだったらいいんですかね、うん、でもラーメン、美味しいラーメン食べたいね、食べたいっすね、あ、でもあそこ戸塚の駅のそばにあれどこだっけ、あの、あ、もう出てこない名前が出てこない、名前が出てこない、じゃあ思い出したら教えてくださいね、はい、あれですよね、はい、あと相模原の近くにはね、青葉もあるし、あ、ありますね、一蘭もあります、一蘭もあるし、なんか高橋店長が言ってたのは、はい、ドン・キホーテの近くにある、はい、なんだっけな、名前が出てこないな、くれないじゃなくてなんとかっていうラーメン屋がうまいって言ってましたね、こんばんは、今来たよ、アトロクさんの声聞けて嬉しいよ、ありがとうございます、こんばんは、あとで、天ガロ先行配信ですか、違いますよ、ガロの右側が見えないのは、手入れ中ってことですか、違いますよ、統計なのか体感なのかどっちなんだよ、戸塚の細が一番好きです、ありがとうございます、メゾン配信予定はありますか、今日ここスプレーでお願いします、あ、これは別にできそうだね、エプロンでもね、申し訳ございません、メゾンうち入らない、なんとメゾン入らず申し訳ございません、申し訳ございません、まだチャンスある、入らなくてもまあ、あんちゃんがやってくれる、あ、刺さったよ、おーっと行っちゃうよ、はい、ベイ、はい、来ました、5連目、今日は違うね、山ちゃん今日は違うよ、はい、当たり、いや、あんちゃんが今日当たんないのはですね、ご飯がないからですか、あ、今日ね、餌が与えられてないですから、餌がないからね、そうそう、ね、人参ぶら下げないとね走らないですから、本田さんは、はい、ジロー行こう、腹減った、今日はエンディング見せてくれるのかな、山ちゃん行っちゃうんじゃないのこれ、まずそうです、あの時はそう思った、来週ラーメンにしようか、あ、ラーメンね、ラーメン結構難しくない、カップ麺、カップ麺とか、あ、カップラーメンじゃいろんな種類、うん、それはありかもしれないですね、チーズよそれ、うん、何が食べ何杯食べてるかでしょ、そう言ってあんちゃんカップヌードル10個ぐらい食うんだからさ、食えないです、食えないです、食えないです、関東に、ある気候なは横須賀だけですか、いや、そのくらいですよ、いやいやもう今いっぱいありますよ、じゃあ全部教えてもらってもいいですか、はい、では神奈川からですね、はい、横須賀店、はい、横須賀店もちなみにですね、はい、パチンコ館とスロット館、はい、2つに分かれております、はい、で、あと、まあ、うちのキコーナー戸塚店、はい、さらにはキコーナー平塚店、はい、さらには、キコーナー相模原店、はい、そして伊勢崎店、はい、また、東京にあるキコーナー蒲田店と、はい、全部で7店舗ですか、はい、はい、ありますんでね、で、近日もう1店舗と、あ、もう1店舗近日、オープン予定が、はい、予定でございますのでね、はい、できた際にはぜひね、皆さんぜひね、もう初日から遊びに行ってください、ね、お願いしますよ、温泉が近いね、あの辺でね、ありますよね、釣りするのはいいですよね、あそこ、あ、そうですね、海釣りもできるし川でも釣れるし、うん、湖でもブラックバス釣れるし、そうですね、どこのドンキですか、相模原の近くのね、あんちゃん、桜の里の研究の親子丼って知ってる、桜の里の、あ、究極の親子丼、なんすかそれ、なんですか、桜の里の究極の親子丼、
有名なんですかね、ちょっと聞いたことないですね。どこにあるんですかね。ね、ジャッキー、1号線沿いのドンキーですか。あーじゃあないっすね、はい、電動工じゃないですか。はい、圧力モンキドと圧力フナッシーマン食べた、対抗してローソンでキューベーマン出たよ。あーなんかそれ見た。はい、あたりいいな。和骨、最近また勝てないからしばらくパチ休むの悲しいということね。まあ、お金貯めてね、ぜひ打ち行ってください。はいはい、おめでとうぼ。圧力 YouTube にコメントしたのになんで返事してくれないの。あー、YouTube のコメントまではね、YouTube はちょっとね、ちょっとね、そこまで管理できてない。ごめんなさい。いつの回か、教えてくれれば、ちょっと返しておきます。さすが動画ですね。ヌーベは入りますかと。ヌーベはちょっと今のところ予定ないですね。はい、第回ようか。来週は大海が見たいな。海か。通常保留で刺さると熱いよ。インチキさせると戸塚が一番だな。ちょっと、してないですよ。二人で北斗と。神曲来た。謎の性能です、はい。決して圧力ライターのおかげではないです。違うよ、圧力ライターのおかげだよ。青崎向きからのテンパイをかけた。じゃあ、圧力ライターあんちゃんにあげようか。終わっちゃうよ、いいの終わっちゃうよ、山ちゃん。そんなこと言ってると。それで本当に終わったら嫌だね。あー、ダメだ。1-2だ。青。山ちゃん、次当てたら椅子の上で、正座しようか。あんちゃん、これ以上山ちゃんを調子づかせちゃダメだぞ。ダメですよね。うん、今年の前半の調子良かったのに、後半になってボロボロです。急に勝てなくなるもんなんですか。スランプはあると思うよ、まあね、俺は。ありますよ。そういう時はですね。やっぱね、そのビクトリーシーズンってありますからね。あるあの、違う、何打っても当たる。そうそう、遠征した方がいいです。遠征、遠征、遠征。あ、お店を変える。いや、旅打ちで。あ、旅打ち。ガロホリュー、ガロホリュー。あ、ガロホリュー来た。また来たよ。あ、初代ガロ。初代チャンス。初代チャンスも来てるよ。これ来たでしょ、多分。これが初代チャンスでしょ。あ、これが初代チャンス。あ、また来た。これ来たんじゃないの。これは来たでしょ。ガロホリューの初代チャンスでしょ。あ、確定。確定でしょ。うん、よしよし。よし、はい、来ましたー。山ちゃん6連目。マジっすか。いいね、いいね、いいね、もういろんな日見えちゃうね。前半の、ガルホリは確定だよと。お、あ、そうなんすね。小田原店ですか。お、よく知ってますね。あ、よく知ってますね。情報通ですね。ラーメンの話はやめろ、腹減ってきた。金ないから北斗宿命出るまでパチ我慢する。食テロ店舗名、ラーメンの店舗紹介するな。東京都心には作らないんですか。まあね、今後出てくる可能性いっぱいありますからね。そうですね、まあね、なんて言ったって蒲田は東京第1号店ですからね。そうですね、はい、1号店があるってことはね、2号店もね、できるんじゃないですか、そのうち。高橋店長しか当ててないな。相模原店の北斗で21連したよと。おめでとうございます。すげえ、しゃあない覗いてやろう。どこにできるの東京。それはね、まだまだちょっとまだ、ね、それはまあ未定ですけどね、はい。今回の北斗個人的に全然連チャンしないし、バランスとかいろいろ前作より劣化してる気がすると。マジですか。まあ人それぞれでしょうね。はい、やっぱね、そういう方はじゃあガローですね。うん、ガローね、ぜひ打ってください。金色か、金色とホグトってやっぱでもパターンは、あの、なんパターン、うん、まあちょっと違うことは違うじゃないですか、種類は。確かにそうですね、うん、でもやっぱ破壊力はまあ、ありますね、一番ありますからね、うん。なるほど、新刊できたら引っ越して隣に住むわ、ぜひぜひ。豚骨ラーメン食べたら一蘭好き。新規店舗は川崎の方かな。ヤンキーがいっぱいな小田原ね。預けそういえばさっき小田原行くって言ってたな。小田原店の隣の蕎麦屋は美味しいのかな。あ、行ったことないですね。はい、戸塚店は気候な系列の飲食店ですか。違いますよ、パチンコできますよ。ヌベ導入予定決まったんですか。まだですね。山ちゃんの着ぐるみを着た金ちゃんでしょ。アトロクライターってどんな見た目なんですか。山ちゃん、こんな感じですよ。こんな感じ。はい、こんな感じです。もうね、見えるかな。今回はね、絶好調の方多発しておりますので。でも小田原あれですよね、うん、お魚が美味しいですよね。ああ、まあね、そうですね、海も近いですね。海近いし、相模湾の、うん、確かにね。圧力は北斗6と大見知り、どっちが打ちたいですか。北斗ですね。YouTube の伝説の筋肉満開の低評価にしておきました。ちょっと低評価とかやめて、高評価押しといて。筋肉満開、牛丼食べてたやつですね。ああ、なるほどね。不正を目撃。でもその確か牛丼の回の1回前が、はい、牛丼早食いなんですよね、オープニングが。そう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 、あ、そうだそうだ、早食いやったわ。でね、あんちゃん自信あるって言われるにはね、ビリッケツだから。そう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 。でもあれハンデありすぎじゃないですか。やば、なんですか。あんちゃんだけ大盛り。
いや、特盛りですよ、みんなミニですよ、みんなわけないじゃないの、小田原めっちゃ近いわ、あ、ぜひぜひ、あ、ぜひぜひ、山ちゃん当たりすぎてもうね、建物はできてるんでね、あ、もう建物できてるんですね、はい、はい、おめでとう、今日はどうしたんだ山ちゃん、神客来たな、いやね、もう神会ですよ、これ、はい、お店を変えるイコール戸塚店には行かない、あ、これまた赤保留だもん、赤保留これ赤保留、赤赤演出、はい、あ、そういうわけじゃなくて、例えばこれ行くよ多分大阪の方の気候な年生してみるとか、ああなるほどね、遠くに旅打ちにする、遠くに旅打ち、あれ、あ、本当か、外れた、ガロは18年が最高、あんまり、基本年長してない3回くらいが平均だよ、いやいや18年って相当ですよ、うん、気のせいかサイレンが、警報に聞こえると、ブライトホープ聞きたいんで早く13年してください、13年長しないとダメなの、そう、早く北斗の確定も見せてください、はい、見せたいです、蒲田が1号店となると2号店はどこかな、金ないから次のガローが出るまで我慢します、ガローもね次ゼロのなんかスピンオフが、ね、そうですね、出るっていう話ですからね、その前に3世はですね、はい、ジューシーハニーというね、あ、ジューシーハニーというね、セクシーアイドルのね、アスカキララさんがいるね、はい、いやつが出ますんでね、はい、はい、海回してガロー映像かっこいいな、アトラクションも本当と、海とかいらない、だって僕が打ったらコメント読めないですからね、富士山の5合目にキコーナー作って、無理でしょ、うわライターなんて見せんな、もう勝てない、景品にかまぼこあるのかな、小田原って、まあ、この番組見たって言ったらサービスってあるんですか、あ、アトロクライター、アトロクライター、はい、あんちゃん小田原に移動しますか、出しないです、はい、ヌーベ導入したら毎日10万持って打ちに行くのに、お、マジですか、入れようかな、急遽買おうかな、小田原はアジとホウボウがうまい、そうですね、店長スイッチライターみたいな形なんですね、初めて見ました、山ちゃん北斗出す自信ないんじゃないの、北斗、うん、すぐ出す自信ありますけど ね、 ありますよね、あんちゃんがどうしてもで、ね、そうだね今日はね、小田原駅前に藤谷美和子が出没してるっていう噂は本当でしょうか、マジですか、小田原の駅前ですか、うん、赤シャンカー出せ、圧力気候なチャンネルの動画配信をコピーして YouTube で広告収入を得ようとしてるやからいるの知って、あ、本当ですか、ちょっと探しときます、ちょっとねそういうのはなんかやめてくださいってだ申請出してね、ちょっと消してもらうようにしてるんでね、ちょっと検索してみます、あ、コメントですか、あのですね、動画っていうのをですね、はい、まあコピーできるんですね、でそれをコピーしたものを誰かがアップロードして同じ動画をですね、でそれに広告を貼っつけて、それで広告収入を得ようという、悪い人がね、それはやめてくださいね、そうですね、はい、でもそれだけあれですよね、まあそれだけ拡散されるので、コーナーの動画が、まあ、人気があるってことですよね、そうそうなんですけど、まあまあそれはちょっと違法なんでね、そう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 、一応著作権はそうですね、はい、一応バカになりにも発生してます、はい、この前25年してるガロ見たけどヤバかったな、うん、25年はヤバいよね、25年ってすげえな、うん、小田原のどの辺りなんですかね、扇町って言って、はい、高尾川の隣らへんだ、アマゾンの配送センターあるところなんですよ、あ、アマゾンが近くなんですね、アマゾンの配送センターがちょうど真裏でいないと、北斗静かですね、北斗当たり前ですか、やばい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 、山ちゃんやばい、静かになっちゃったこれ、やばい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 、小田原新店長は、清原で決まりですね、前半なんかちゃんは弱いんだよな、山ちゃんが一時俺のボタンを押してくれなくて、この間一発でかいボタンを押してくれたと思ったらまた最近押してくれなくなったそれはですね、あなたの引きですよそうですよ、ダメだガロの顔見ただけでイライラしてきたからね、黒いな、小田原なら静岡や愛知の人遠征できますよね、そうですね、ぜひね、オープンした際にはちょっとねデモ出し、はい、デモ出しね、休憩、はい、13年長しないとだからさ、そうですね、東海道線で行けますからね、そうですね、小田原いつ開店ですか、まあ、近いうちに開店するんじゃないですか、おい北斗、そんな悪質な話あるのは あるのか、犯罪やで、山ちゃんそんなに不正してると和田アキ子へ通報するよ、それは東健一郎だよ、あんちゃんの健一郎は、サボってんなと、著作権違反だぞ、怒だぞ、イライラしない、ガロではない、CR0 出るから、今時期やらないで、ま、
ってみて、1月に出るから SE じゃないか、ゆとり方がお小遣い稼ぎにやってるんだぞ、OK、おいおい北斗暑いぞ、北斗暑い、北斗暑い、うん、これでも後半は行くんじゃないですか、うん、暑い、おショー頑張れ、一応カウントダウンが2まで行ったんですよね、うん、2でも暑いよ、なんか回った、うん、もうちょい引こうかな、ちょっと北斗打ちたいね、でも、うん、35% ぐらい、やっと見せ場来たか、あ 35% そんなあるの、おい、分かった、結婚式場の横だよね、山ちゃんの好きな AV ショップが近くにあるで、はい、その通りです、はい、あそこ、ね、あそこの AV ショップね、あなんかあの社員会やってるらしいんですよね、マジで、はい、来ちゃうの、来ちゃうらしいですよね、有名らしいですよ、じゃあちょっとちょくちょく小田原の応援に行かないとね、あんちゃん良さそうだね、あシェイクしたね、うん、あとロゴ落ちとかあるんじゃないですか、うん、これ外れたら寝る、キトからは抜けるんじゃないかな、いや抜ける、チャンスアップが、カメラ緑じゃペペペペペペって 60% やろ、ということは東海道線だけで関東地方にある気候の全店舗を回れるってことですか、蒲田はいけないかな、だね、横須賀もダメですね、ダメか、うん、これ外れたら寝る、全部の指使えって笑、キッズケンシロウさん10本で受け止めてダメだな、ダメ、よし11本使っていいよ、じゃあガローそろそろ再開させますよ、はい、いや悔しい、ファイナルで64年してる履歴見たことあるけどまともな抽選してたら、現実的にはああ起こりえないレベルの確率だよね、そうだね、64年で変鬼ですよね、うん、テンパレ、テンパレ、どうかな、あテンパった、テンパった、山ちゃん1回転目ですよこれ、うん、復活して、あなんだこれ、これちょっと弱いかな、これ弱そうじゃないですか、うん、あ、欲しい、4つもあるの、あとクパやってダメでしょ、21でそろそろ北斗当ててください、ガロ使った、当てたいです、シアルゼロが、来年出たら、九州はもうきついよ、ゼロ VS 金色で放送してくれますか、やります、星4つ、無理、ケンシロという次元という、こっちは金払ってるんだから本気出せよな、サゼンで、丹下サゼンで先週49年でした、もうちょっとうちの近くに気候の作ってくれと、どこですか、都内ですね、都内、はい、はい、なるほど、小田原にパチできるって聞いたんだけど気候のだとは知らなかったよ、店長は秋山里奈か、石川里香のどちらがタイプですか、僕ですか、はい、あちょっと答えにくい感じですね、あなるほど、でもねどうだろう、秋山リーナの方がいい、個人的にはいい、個人的にはね、うん、いいかも、はい、あれバトル、あ、あったあったチャンス、チャンス、今何回転、103、まあ、これ見たことないですよ、おっと弱いやつよ、クロックか、2個は弱いよ、一撃、これ多分一撃ですよ、うん、星2 OK、外したら面白くないから裏のメゾン行ってくるわ、もうメゾン放送やってんだね、ゼロは絶対打ち込むわ、 SE いくよ、はい、来ました山ちゃん、7連目デモ出し成功、はい、おめでとうございます、実に成功、デモ出し効果だね、うん、もう7連目ですよ、星リーナ、でも、Z 打ち込む SE やないしな、おー外すな、当たりましたよー、ね、山ちゃん、もう飽きたよ、飽きたよって、うん、ちょっと待ってよ、椅子の上で正座して山ちゃん当てすぎだとね、サテンは、連チャンするスペックや 90% あるってかな、大当たりまでの平均回転数はこれガロですか、うん、結構ね早いのが多いですよね、そうですね、あんちゃん頑張れ、はい頑張ってます、一生懸命頑張ってます、あ緑保留に変わった、あ緑保留、あんちゃん初めて、赤まで行って、赤まで当てて、そろそろね当てないとね、うん、今何時ですか、今20分です、1時、はい、あと40分です、これもう40分続いちゃうんじゃないかな、はい、目と見に行ったけど米読み大変そうだったから戻ってきたわ、関東でも配信してください、あぜひぜひやりたいと思います、北斗見たいから関東見てたけど関西に戻るわ、あ、いってらっしゃい、おいあんちゃんのせいじゃん、はい、いやもう当て早く当てないとね、うん、007回目ってことは100年以上も想定してるのかな、ダメだ、まだ幹部倒さないの山ちゃん、いやね、幹部とはまだ戦ってないんですよ、はい、気候なデモ出し効果、
今日のデモ出し有効だぞ。明日突撃だな。ぜひ遊びに来てください。ぜひどうぞ。あ、山ちゃんも本当に行こうよ。こんなの俺らの求める山ちゃんじゃない。あんちゃん頑張って。山ちゃん体幹器使っちゃダメだよ。や、北斗の姉ちゃん見たいのに山ちゃんが今いっぱい出てるから明日この台はハマるよ。今北斗何回転ですか。323回転目です。はい、デモ出し結構有効だと思うんだけど、知り合いのパチ好きがそんなオカルトって言って否定していると。まあ、オカルトも大事だ ね、まあ、ね、オカルトを信じたいときは信じましょう。はい、楽しみの要素ですからね、パチンコの。山ちゃん他の機種もデモ出しってやるの。デモ出しはね、基本でもガロだけですね。はい、これが店長スイッチか。山ちゃんって人はプロなんですか。店長です。ある意味プロですけどね。ある意味プロですね。はい、今日ガロホリを外して、外した俺に謝って。いやでも僕もガロホリ外れましたから一回。あ、そうですね、確認中ね。いやー、実にいい感じですね今日は。はい、こんなの本当珍しいな。10連ぐらいはね、いきそうな感じしますよね。ダメダメダメ、そう、欲張っちゃうとすぐ終わっちゃう。欲張るとダメだ、ダメなんですよね。はい、あと1回、あと1回というようなことだけですね。はい、圧力はライターとして北斗を分析、あ、ライターとして北斗を分析してください。いやいや、こんなね、真面目に分析しても前と一緒じゃないですか、ほぼほぼしかもう言いようがない。あの、演出が増えてますぐらいでね。まあ、そうですね。あとはもうちょっとしたら解析、あの、何、あの、キリン柄とかね、赤保留のね、信頼度が、ね、信頼度が発表されますんで、まあ大体一緒です。はい。プライベートでこんだけ出したいよね。そうだね。いや、本当そうですよ。俺が来たから終わりよ。そんなことないよ。今新しいパチ出しでライター募集してるよね。あ、そうなんですか。デモ出しって、時間効率悪くないか。どうしても、便所行きたいときは、するけど、まあでもなんかね、流れが変わる感じしますから ね、まあ、ね、そうですね、うん、やっぱ単発が続いちゃってるときとかにやるとね。そうだね。まあそれで当たればね、うん、なんかやってよかったなと思えますからね。そうそうそう、北斗の手前に飛んできた、ブシャってガラスに当たる演出、服部くんでもあったよね。うん、1回の ST161 中にガロホリュー3回外した俺は点々って、これマジっすか。うん、本当にね、出したいよね。山ちゃんは前回 ST 入ってる台と入ってない台でどっちに座りますか。あ、でもね、入ってる台に座りますね。あ、あんちゃん、なんかね、今回の根軸はね、はい、単発が続く台は本当は続く気がするんですよ。なるほどなるほど。じゃあ、格言引いてる台に座る傾向があると、山ちゃんに、ね、そうですね。はいはい、北斗より、北斗も作りより用がないよねと。もう結構演出出し切っちゃってんじゃないかな。出し切っちゃってます。確かにね。だから今回の新しさといえば、そのやっぱバトル中のジャギとアミババっていうことですね。あ、そうですね、 RTC ね。で結局最後が例えばファルコンとか行ってもあんまりあれだったんですね、受けなかったんですよね。ああ、そうだね。ライターってライター作ったらなれるんですか。でもライターって別にあれですよね、別に自分でブログとかやってたってね。あれ、まだ、まあ、ライターって言えば自称ライターですからね。あ、そうですね。うん、寝ます。 YouTube の動画楽しみにしておくんで、山ちゃん放送終わりまで連チャンしといてね。了解です。はい、おやすみなさ い、 なさい。ぜひ YouTube 見てください。14ラウンドから左打ちしましょう。ささみさんと鳥のささみ。今日北斗で3000ハマり見たよと。3000ハマり、まあ、ハマるときはハマるからな。怖いね。うん、YouTube のチャンネルをお気に入りに追加 しました。ありがとうございます。ありがとうございます。気候のチャンネルはですね、関東版関西版両方ね、見れますので、ぜひ お好きなね放送を見つけてですね、そうですね、毎日見てください。格言3回連続単発スルーだぞと、当たりは7回で、まだ連チャンしてねえんだぞと。ああ、これはね、それきついですね。頑張ってほしい。ぶっちゃけ北斗は5勝で完成してると思うと。あ、5勝は本当良かったですからね。北斗はもう宿命の、キロを見たから、打たない、速攻値やし、北斗何回かかりましたか。まだゼロです。あんちゃんしっかりしてよ、眠いよ。いや、本当すいません。はい、アトロックスケベ、でも俺も負けてない。そうか。あ、チャンス？色変わんないか、ダメか。矢渕たけし、はい、ありがとうございます。ニコ生から、YouTube には、いつ頃アップするんですか。明日にはアップしてます。そうですね、もうすぐアップされます。はい、すぐもう終わったらすぐアップしますんでね。
あんちゃんもデモ出ししようか。緑保留だ。緑。俺は京都海王出てくる台みたいけどな。ガロは新作もアニメもあるから安泰だよね。まあそうですね、まだねやるものはいっぱいありますよね。そうだね。また緑。はい。普通保留読んでエンブレムくるくるがで、来たら確定ですか。え？普通保留が4つ、保留が4つでエンブレムがくるくるが来たら確定ですか。いや確定じゃないと思うね。さすがのそろそろ SC 終わりそうだな。やばいな。剣王ラオかな。今回はね、もうデモ出ししないよ。はい。一気に駆け抜けていくと。しないパターンをちょっとね。はい。当たるかどうかね。仮面ライダーさんいらっしゃい。デモ出し早く。北斗の剣出し6 、宿命入って入ってるの。まだですね。まだですね。カルビアンコム見て寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。キコのチャンネルの北斗この前から通常しか見てないな。あ、火曜日ね。そうだね。山ちゃん今の気持ちを英語で言ってみて。ファンタスティック。はい、ありがとうございます。リアルに何か食べないとあんちゃんは当たり引けないんだって。どうですか。ね、それは本当本当それは真実ですね。はい。リアルに、あ、これ読んだ。確定ちゃうよ。ガロファイナルって何だったの。ファイナルって何。まあ効果はファイナル。効果がファイナルですね。やばいやばい。でも出しようぜ。北斗今何回転ですか。367回転目です。はい。さっきの 白からのビジョン予告かっこいいけどガセ多いよな。うん。やっぱりちょっとデモ出ししよう。はい。デモ出ししよう。効果ガロが最後だったからじゃない。そうですね、レボリューション。はい。115回転でデモ出し。はい。はい。あんちゃん二郎の見立てんって食べたことある。うまいの。はい。二郎はまだ行ったことないんですよ。はい。ラーメン二郎って夜中もやってるんですか。二郎系とかならあるんじゃない。今日藤沢にも二郎あったの初めて見ました。やってるのかな。いや夜はやってないような感じだったんですけど、ね。ちょっとミルキー出したいから山ちゃん手伝って。あんちゃん当たったら美味しいもの今度は差し入れに行くよ。ありがとうございます。はい。戸塚は、パンの自販機ないの。ないんですよ。パンの自販はないんですけどね。カウンターの商品としては置いてますよ。あ、置いてあると。北斗は、時間までに当たりますか。どうでしょうかね。あと30分。あんちゃん当たんの。効果背景を確定。いや、当ててます。当てたいですね。効果背景を確定ですか。効果背景、うん、なんすかねそれ。ちょっとわかんないの。効果のでも通常じゃない効果の疑似伝みたいなのあるじゃないですか。はい。あれは結構熱いですよね。はい。デモ出し中は山ちゃん、山出しお願いします。お願いします。あ、山出しね。山ちゃんが出ろってことね。こんばんは。遅れてすいません。今から見ます。こんばんは。あ、こんばんは。今日北斗で37連しました。 おめでとうございます。隣で友達が54連してました。マジですごいな。本当にやっぱ北斗と北斗いいね。プライベートで北斗と、うん。朝8時から二郎行く人なんているのか。たまげたな。デモ出しって何ですか。デモ出してね、まさにこういうことです。そうですね、今なんかこう出てますね。今ね、ちょっと待ってるんですけども、はい、この後にね、やっぱちょっとガラガロっていうのが出れば、はい、うち、あ、そう、これが出たら、これが出たらデモ出しね。はい、デモ出し、はい、これは、これで打ち始めるってことですね。ファイナルだけど残り2回転から、デモ出して当たった人いた。おかかるまで放送するんですか。いや、しないですね、2時までです。シティ中、コーガー実写ランニングはプレミア。ほうほう。デモ出しとか止め打ちしたらパチプロの知り合いが嫌がって勝手にハンドル回しやがるから、嫌い。決戦中の高賀背景は確定だよ。タイガ、高賀、龍が、2015年夏はライガーです。ST の高賀、背景は確定じゃなかったっけ。なるほどね。ST 確定なんだ。高賀&カオル技術は確定だったような。ST 中ブライ、方針背景はチャンスアップ。山ちゃんこの後は左打ちで当てようぜ。わら。効果香る技術は確定。確定。夏にライが出るのか。ライが一番好きだから楽しみだわ。鋼の ST 中に走っている背景だよ。それで当たったよ。ね、左打ちわら。昨日北斗で朝一後ろのやつが1000円くらいで1日6万5000発出しててイライラした。すげえ な, ーやっぱ全国でやっぱ6万発とか結構出てんだな。ガロー。効果背景は、効果が走っているのが効果背景で ST 中は確定です。鋼の ST 中の背景ですよ。なるほど。
藤沢の次郎は営業時間短いよね。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。北斗の拳は、世界観がいいよね。緑が、あ、ボタンホリーが来た。はい。いやブルブルしないな。効果香る記事は確定です。なんかこの検証力弱くねえか。山ちゃん次のガロが、は何か飛び出てくるんですかね。どうでしょうね。どうなんですかね。まだね。なんかやってくるのかな。ST 中のレジェンドはいいよね。最近ルパン出てないけど出玉絞ってるの。そんなことないですよね。ガロで、2万発が最高だわ。上には上がいるもんだね。そうですね。やばい、7連で終わっちゃいそうですね。はい。ちなみにルパンは何台あるんですか。ルパンは今20台ですね。はい、20台ありますけど全然出す気ないとかそういうのじゃないですよね。いやいや、まあ出てますよ。はい。山ちゃんこれ終わったら一緒に北斗打とうか。北斗に移動しますか。じゃあ、はい、最後レアのライター持ってこないでねと。あー、圧力ライターですか。持ってきた方がいいんじゃないかな。ゼロは、双剣だから剣が2個ついてるとかわらわら。来月ファイナルで、あ、じゃあ先月、ファイナルで5万発出たよ一撃。すごい。ルパン嫌い、当たらないんだもん。終わっちゃった。終わり。最近おじいさんおばあさんがどうして引き強いのか分かったよ。なんでなんですか。なんで教えて教えて。ルパン勘弁してください。7年十分。そうだね。この間に一回当ててみたいんですけどね。ああ、そうですね。ああ、閉じちゃった。うん。新赤文字。ゼロは窓場、銀河が、飛んできそうだね。北斗そろそろ天井ボタン押してください。押してください。あったら押したいよ。押してください。ヤムちゃん次は北斗当てて、確率が399です。終わっちゃった。はい、ということでヤムちゃん抜けましたね。7年ということで、まあ十分ですね。十分でしょう。ポチッとな。今日、ガロで闇テラス161回転目で当たったときは叫んだわ。おお、すごいね。それすごいな。昔ルパン当たったけど最近当たったか。これ打ってください。これ、はい、この前のあの何あれみたいに当たりますよ。じゃあ、あんちゃんじゃあどきなよ。ウィーニングターンみたいな。あんちゃんのハイエナをしようか。あ、じゃあ山ちゃんがあんちゃんの台を打つと。じゃあ、はい、自分ガロで。ガロいやいや、北斗2台。北斗にしなよ。北斗2台を言ってください。何言ってんだよ。いや、今日はガロの勝ちは確定してるんで。もう勝ちは確定ですよ。一回電源切ってみるか。あ、どうぞどうぞ。これ大丈夫ですか。はい。じゃあちょっとカメラをね、もう1台持ってきますね。いやー、きついな、今日の戦い。いやー、でもね、なかなかやっぱマックスなんでね、当たらないときは当たらないですからね。いや、多分これ当たる気がする。ちょっとホクトサクッと当てられそうな気がする。本当ですか。でももうでもね、あんま時間がないからね。そうなんですよ、時間がね、ちょっとね、ないんでね。ちょっとカメラ移動するんで皆さん待ってください。 RTC ってさや、来た。来てない。あれ RTC って移動どうやって来るんだろうね。なんかなんか始まりますよ、何秒前みたいな。あ、そうなんですね、はい。あ、5分間滞在してるのね。はい。あ、ジャギ降臨タイムっていうのがあるんですね。そうそうそう。ちょっとコメント待ってくださいね。僕、北斗初打ちですからね。あ、今日初打ちですか。はい。いやー、ぜひともな、今日当ててほしいですね。はい、初打ちで。天帝、天帝、あー、ダメだ。これはいいかな。RPC は6時間に1回、あ、5時間に1回ですよ。あ、そんななんすか、うん、あんまない。電源、だいぶ前に言いとかなくて無理です。そうですね。ということで、打ってる台が逆になりましたので、あんちゃんは、こっち側打ってます。じゃあ、1日いたら1回か2回ぐらいしか見ないの。そうですね。あ、はい、ジャギステいたよ。いや、全然、空気です。ジャギステ別になんか熱いとかじゃないんだ、ね、はい。北斗頑張れ、ルパン。これはスロットの場合です。うん、はい。昨日体を夏にしてきたよ。どういうことだ。1050ハマリから超断末魔120ハマリ4ラウンド通常今日の俺マジか。孫子の変身したホラーめちゃくちゃダサいわら。
カッパやん。一回電源切ってみようか。ホールで叫ぶ人って痛いな。今時はボタン5回、召喚解除、3回、ガロ剣2回押すと、セットで完了ですよ。オカルトね。天井ボタン連打。その年になるまで引き弱い人はゴッドされて引退してるか、今打ってるおじさんおばさんは必要さんだけだからと。あ、なるほどね。あ、なるほどね。あ、引退せずにまだ打たれてるってことだね。ってことね。気が強いという。はい、もっと2打お願いします。あんちゃんの気持ちすげえわかる。今日の山ちゃんなら3分で当たるよ。北斗当たりなしはやめろよ。2時の戸塚でしょ。 RTC って5時間に1回じゃなかった。寝台何台入りましたか。寝台は、北斗が41台と、はい、海が13台、はい、そしてカーボーイビバップが3台ですね。あ、スロットのね、はい、カーボーイビバップは3台導入されてます。山ちゃん、ホットとガロ同時に回してみて。島が違うから無理だ ね、 手を伸ばさないとね、まあ、ルフィにならないとまず無理ですね。いや、本当そうです。はい、昨日どっかの放送で RTC 入ってたよ。関西はメゾン当ててたぞ。北斗って豪商に戻ったようなわけだなと。保留が変わったら、デコピンすると赤に変わるかも、とかないかな。視聴性出したら、罰ゲーム決定ね。北斗電力、作ったのが豪商のチームだったはず。あ、なるほどね。今回の海は稼働どうですか。今回の海は今のところはいいですけどね。はい、せめて北斗神話君してほしかったなと。これね、確かにね。山ちゃんこれはちょっとね、はい、山ちゃんも思ってたもんね。はい、はい、俺のケンシロウは何にも仕事してくれなかった。今日の自分のケンシロウも何にもしてくれない。そうですね。山ちゃん、今後導入しそうなスロット教えてもらってもいいですか。スロットですか。はい、スロットはでもまあ多分日暮らし、はい、は、入りますね。まあ、今月日暮らししかないですもんね、スロットを ね、アナザーゴッド新しいの出る。あ、なんか検定取ったみたいですね。ノーモアドッグですね。あ、いや、それじゃなくてその後のやつ。あ、その後の神々の凱旋が、通過したようですよ。あ、はい、そうですね。多分、まあ、来年でしょうね。まあ、そうですね。今年ではないですね。今年はね、まあ、そういうスペックで言えば、はい、富士商事から出るアレジンが、ね、あ、アレジンね。アレジンも12月の頭から ね、はい、導入開始されますからね。おそらく最速であれば12月1日からいきますね。そうですね、はい。あなたことはあ、赤、赤大丈夫山ちゃん。あ、これ何、あ、熱いんじゃないの。これ熱いんじゃないの山ちゃん。殺せるこの女は、うん、これいっちゃうんじゃないの。これいいんじゃないの。赤棒 70% 弱い、不正だわら。ハルヒで5万発出した、おめでとう。順当3枚来年ですね、こと。今時のライトミドルっていつ出ますか。あ、ガルダだ。ガルダの赤、これ熱いんじゃないの。おいおい、あんちゃん今日何、しに来たか分かんなくなってきたぞ。いや、自分も分からなくなってきた。はい、これは外れる。放送する日の朝5時か6時に電源入れれば RTC 見れるね、チラチラ。あ、ガルダ弱いよ、わら。あ、そうなんだ。出た、発展しろ発展しろ。おい、来た。はい、海線でどれくらい回りますか。遊びに来てください、ぜひ一回ね。俺のケンシロウもニートだった。ジャギ降臨成功したけど、ジャギバトルは一回経験すればいいかなって感じですよ。なるほどね。あ、ユリアか。線はまった後に加減入らないと泣けるんで、よくホップがある、うん。ブルカ2って結局いつ導入なんですか。来年ですね。ジャギはバトル北斗3兄弟しか出んからね、わら。そうですね。先に出した方が石の上です、逆立ちね。海はボーダーから、マイナス3、4のお店ばっかりでがっかりした。なるほど。あんちゃん何してんの。いや、ほんと何してたんでしょう。はい、ガンダムみたいな役物やな。アニメリーチじゃないと期待できないよね、北斗は。あー、 2D ってことか。あー、確かにね、 2D 行ったらね。さあ、頼むよ、カットイン。周り見る限りユリアリーチはカットインよりロゴ落ちが大事な気がする。なるほど。うわー、ダメだ。それは弱いね。あんちゃん2パーあー、今日はちょっと元気ないね。今日元気です。オクト実写配慮。今から当てても時間が。ガンダムは結局いつ出るんですか。多分来年ですね。あ、何それ4号。いや、全然あったね。はい、
デブリーバス後半やら、帝王ファルコまで行っても普通に外れたんだが雑誌には激アツって書いてあったのに、ラオでっけえなわらわら、ライバル対決が見れるとはって、ね、さあ残り20分です。でけえラオ今回は馬に乗ってくるのかですね。いやー、時対ラオウとかが見たいね。そうですね、今日はもしかしてこれやばい、追い出しが出てるかな。追い出し、見る人が多すぎて、はい、追い出されちゃうんですよ、プレミア会員じゃない人は。あ、そうなんですか。結構今日視聴率いいですね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ホクター当ててくれ、ラオ歯が綺麗、デンタルケアしとる、あれガロ見に来たのになんで両方ホクターなんですか。ガロはねもうねレンちゃん終わっちゃったんでね、7連ちゃんね、はい、あんちゃんが当てないからさ、ホクターで。そうそういやちょっとマジでこの流れどっかで変えてこないと。イエイ、立ち見え見てる。あ、立ち見のコメント読みてないかも、ごめん。長やり、で大当たりをお願いします。朝起きれなそうだから明日会社休むわ。ダメだよ、会社は行こうちゃんと、うん、北斗見たい人やっぱり多いんだな。多いですね。北斗基本何待ちですか。保留緑以上なかなか出ないし。そうです。でも緑でも全然外れる。緑もさっきスルーされました。いやでも北斗ってやっぱ別に保留が変わらなくても当たるとき当たるじゃないですか。そうですね。いや最後 のカットインの時が緑だったらがっくり感半端ない。あでもね、北斗はやっぱそれなりに奥が深いんすよ。まあそうですね、ぶっちゃけ北斗はプレミアマッチ、プレミアマッチってことはないけどね。いきなりでも変な演出が来たりするっていうのがねやっぱ面白いところですよね。まあそうですよね、北斗はロゴ落ちでしょう。プレミア感じで追い出されちゃう、まあ多いと追い出されちゃいますね多分。なんだかんだで赤オーラ、指導か、ロゴ型マッチと。なるほど、確かにね、間違えたゲじゃなくてデ。あーじゃあ黄色保留じゃん。いや黄色ですよ。フルーツ柄はいよ。黄色はもうフルーツ柄って空気です。なんだかんだ赤オーラ、指導かロゴ落ち、ロゴ型マッチ、はい、うん、たまに追い出されるよ。そうだよ、当日になって他の出走馬が分かる競馬漫画わら、隣のギャラがプレミア保有でアニメ直あたりしてて珍しいもの見れたわ。なるほどね。テントムシからはいよ。いや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 、メーカーさん違いますんで、うん、キリン柄も今日一回も出てませんでした。はい、やっぱ3世から来て打つとダメなんですね。疑似連が、今回入ってきたからまた読みにくいような、北斗は保留変化頼みじゃないから好きです。テントウムシ柄あるんですか。ないですよ、はい、稲川保留はよ、ドラゴン桜、ゼブラ柄 はよ、魚群はよ、デンジャ柄はよ、サムまだ、小当たりすら引けないのか、激ラブゾーンはよ、3世柄はよ、プラチナゼブラ柄楽しみ、赤オーラ指導全然当たらないイメージ、サムは北斗ですか、なんとですか。おお、なんとです。はい、これ何なんですか、これ22、あ、まあ、22が3回来たよ、これ。はい、桜満、花満、桜満開見て、りんちゃん。はい。なんでもないもん。うん。変化ない。おお、なんこれ。お、これで、ギジですね。あ、そういうことなんですね。レイ。フェイスオブデブ出せよ。いや、それはだ、うちら誰でも、画面に映ったらフェイスオブデブですね。はい、331になれば、確定だ。あ、サミーね、ファイヤー柄ですか。あ、なるほど、うん、ファイヤー柄はあれかな、筋肉マンとかになってるかな。今日はガロ、から、剣王になれる。乳銀ですね、乳銀。乳銀じゃなくてファイヤー柄って。いや、ファイヤー柄は山さ。あー、そうかそうか、うん、さっきも4回こんなやつな、これ桜を見たら俺を思い出してくれってやつだっけ。それ鬼武者、あんちゃんはこれからの放送キリンステチェン出すまで、ずっと北斗と、今回から、叫びめっちゃ弱いよね。叫び4赤オーラカウントダウン5から2発展で剣王リーチ。あんちゃん剣王リーチだ、はい、一応赤文字だったんで、はい、
それぐらいかな、チャンスアップは今、はい、今サスリーじゃない、ユーザーですね、からもこれは、これは、あら、南国、ファイヤーはサンスリー、あ、サンスリーか、北斗七星流星群予告出たらプレミアですか、わかんない、サンスリー、藤子ゾーン早く入れて、オーシャンオーソーと間違って僕は枠だわ、オージュザ、ファイヤーはサンスリー、ヤマトはケロット、ヤマサはケロットから、ジューザー来た、ジューザー、おージューザーだ、ジューザーリーチ結構熱いんじゃないの、ジューザーソイ、ソイはあれだよ、TM ソイ、クマのジューザーマジかっこいい、ソイジューザーかっこいいね、ジューザー割と熱い、わーロゴ落ち、ロゴ落ち来たよ、アンちゃん、アンちゃんとはキリン、緑、あー緑、でもねロゴ落ちはやっぱある程度期待度でかいですからね、熱いぞ熱いぞ、ジューザーじゃあーダメー、首の太さ尋常じゃないバラ、ロゴは熱いけど外れましたね、いやー痛いな、ケオ V スラオ熱いで、来い、あー残念、ダメだ、いやー残念残念、あんちゃん当たりなし、あちあちよ、中途半端なロゴ落ち、あらら、いやーなかなかいいところが見せられませんね、ねえ、結構今暑いかなと思ったんですけど、やっぱり弱かったですね、はい、予告が、お、トキっぽいニヤリ、はい、北斗の文句は 誰に言えばいいですか、あ、アズロフさんに言ってください、いやいや、なんで俺なの、北斗の力、あ、北斗の文句はですね、アズリュウケンにお願いします緑からキリンカートインで今日当たったジューザー、おー、原作通りですね、そうですね、あ、また赤文字なんだけど、あ、赤文字、これマントも赤とかじゃないとね、うん、なんだよ、ガロって復活で当たること多いイメージ、北斗は復活ないんですか、あると思いますよ、あると思いますよ、はい、ねえ、相変わらず レイがやってくれると思いますよ、うん、北斗の文句はサミンに言えばいいよ、両手折るんじゃなくて、ジューザーなら両足折ればいいのに、ラオウ様よ、こんなに北斗が当たらないお店はどこですか、キコーナ平塚店です、キコーナ平塚店ですね、はい、そういえば北斗復活が16ラウンドじゃなかったので、ね、デビルリバースゾーンだ、あ、それもさっき外しました、はい、わらわら、北斗はガセが作って、あ、セカが作ってるから綺麗だな、乳銀とは違う、そうですね山ちゃんの台の後ろは55階あたりですか、お、よく見えてますね、反射してましたか、55回当たってます、あー、そうですね、はい、北斗はね、うん、と緑結構後半のリー後半行くんだね、リーちゃん行ってるけど、緑は全然空気ですか、だね、乳銀、新、花の刑事、花の刑事ね、もう来年出ますからね、1月ですね、はい、平塚にゃ、こんな当たらない台全部捨てて桃源に入れ替えようか、ちょっと桃源はダメだよ桃源結構 いっぱい倉庫眠ってそうですよね、うん、あれ、継続率やばくね、 85%、 何がですか、わかんないですね、刑事、刑事ってそんなありましたっけ、え、花の刑事、あ、こっち、あ、弾がなくなってた、じゃあただの人質に入れ替えようか、桃源専用ホールお願いしますあれはね、僕は相性悪いからダメなんですよ、そうです、ね、嫌いなんですよ、はい、海猿入れよう桃源そんなにハードなの、あ、そういえばただの増大するみたいですね、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、ぶっちゃけ桃源導入してどんな手応えでしたか、え、いやー、もういつになったらなくなるんだろうってだって桃源確かあれじゃないですか、 KKD 対決やりませんでした、あー、やったかも、不幸な大対決っていう、あー、やりましたね、ケース対決みたいなね、ケース対決、あー、クソ大対決、ね、そうやりましたね、過去にね、シアル新花の刑事 ST 突入率 65%、 継続率が 85%、 ST 中が 70% が2000パットだよと、お、
ああ新花の刑事ですね。そう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 、はいはいはい、そうなんですよ、継続率上がったんですね。 85% は結構いいですね。はい、ホールさんの外した台ってどこに行くんですか。倉庫です。はい、まあ、倉庫に行くか、あとはもう売ってしまうか、はい、あとまた枠使う時とかね。ああ中身を入れ替えるね。はい、ビッグシューターを2列設置してしたの見たいな、チラチラきついな。新しいのきついですよ。16ラウンド比率 70%。 肛門ちゃまの2700発ってどんなスペックですか。あー肛門ちゃまですね。はい、 あれね、右打ちをしてたら、はい、4個に1個、はい、4つの小穴に入るような仕組みになってるんですよ。はい、だからまあ普通に16ラウンド引ければ、はい、2400発プラス、はい、まあ、その4個の、まあ、4個が入るという。あーなるほど、まあ、だからまあ実質、はい、実質2400発が純粋に出ると。あーこの辺りすればね。なるほど、そういうシステムになってるってことですね。はい、はい、桃源は当たらない、ままさよならになったな。三世さん悪口言ってますよ。言ってませんよ。ボーダクさんもそうだな。左の台は何回転ですか。左の台は山ちゃんの台だから、あね、496です。はい、刀剣はクソ台だということが満場一致だと。わらわら刀剣は当たると途中で通り行けなくなるから、困る。猪木のアイポケットが許可された感じ、そうそう。刀剣導入前のシダとかの口コミでは爆発力がすごい、終わる気がしないという評価だったのにね。全然ね、終わりますよね。180発で2回当てるんだから。3世の AV 女優の出るね、今度はエドエロイジューシーハニーですね。はい、肛門ちゃまは当たると肛門アタッカーから銀玉が出てきます。全体ダブルライディングしようぜ。餃子の王将60台入れたら山ちゃんの何が飛びますか。首が飛びますよ。はい、ネットに流してお小遣いにするんでしょ。桃源は ST 突入率がどれくらいあった。4分の1くらいでしたっけ、あれ桃源って。5分の1じゃなかったっけ。5分の1でしたっけ。99の5分の1くらいですよね。進撃アタックであーんって言ってたなーと。115連が最初で、最後だった桃源。115連すごいね。すげーなー。北斗は600からが勝負だよ。そうだね、まだ遠いなー。うん、今ようやく500ですからね。はい、あと5分くらいです。せめて1回当たりを引いて。そうですね、ちょっと見せたいですよね。今まで一番赤字だった台って何ですかね。赤字だった台、はい、何ですかね。桜大戦とか ありましたよね、なんかね。ねえ、あと結局ね、うん、戻しちゃいましたからね。そうですよね。ダブル ID 専用ホール行きたい、みんなでチュンチュンしよう。あの役者がね。でも極端な話、今専用ホールってないですよね。え、昔海の専用ホールとかなかったんですか、 3R の。ああ大量に入れてね。そう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 。まああの最後に言ったらあって、うん、エヴァ専門だったりガロ専門だったり、まあゴッド専門だったりね、結構いろいろやってますよね。うん、峠の門下は俺に、もう放送終わりですよ。進撃アタックだって、さあ本気出そうか。近くのホールは店員さんに代わりに打ってもらってるのよく見たよ峠。ああしっかり北斗当たらねえなーと。松浦を打つ、松浦じゃないよ、桃源ファフナー。あファフナーのスロットも出ますね。ああファフナー出ますね。はい、最近うちに行ってないんだけどお客さんは増えてますか減ってますか。どうでしょうね、まあ、世間的にはやっぱりそこ減ってる、ね、まあ、遊戯人口は減ってますからね。初代ガロじゃない赤字。あ確かにね、初代ガロは甘かったですからね。化け物語入れて失敗したと思う台は何ですか。入れて失敗なんだろうな。桃源なんかあった。桃源あ桃源あとは、あれか平和さんの台いっちゃうんですか。ルパン以降のやつね。あービバップとかね、あの辺ね。ストリートファイターとか。あーちょっと微妙だったね、確かに。銀河透明G1 が速攻一パチで流れたなと。ファブナのパチは本当に神台だったよね。ね、なんかありましたよね。ね、あれはね、うん、ゴトというか攻略打法というか。なんかあったね。化け物入れすぎて首飛んだのが預けんでしょ。およく知ってますね。ダビスタ、ファブナは店にとっては悪夢でしょう。そうだね。無理やり買わされた台とかってありますか。そういう台はないんじゃないですか。そうですね、別にそんなところにはそこまでないです、うん、
シアルエキサイトラッシュでしょ。エキサイトラッシュ、エキサイトジャック、エキサイトジャック、うん、それってあれじゃないですか、あの保留が書き換えられるんですよ、うん、悪夢でしかないファブナ、山ちゃんはディスっていくアベヤンスタイルですか。いやいやいや、そんなことはないです、そんなことはないですね、PPP の P の時に、打てば、勝てたからなファフナーは。ああなるほどね。ねえ、あれはちょっとでもまあもうなんですかね、やっぱもう出来側が、出来の問題ですよ ね、うん、さあ、アンちゃん発展はしましたけど、シーン、結構裏話ありありで面白いですね。 ありがとうございます。PPP の SP ルートの時かつぶっこみ空いてる台限定だけどね。そうそう、結局なんかもう閉められたら終わっちゃったもんね。でもなんか広島の方でなんか打ちたいやつかかってこいみたいなホールさんがあったみたいですけどね。マジですか。そうそうそう、現在ある最も甘いスローは何ですかね。甘いスロー、うん、マイジャグ、マイジャグかな。昔全回転が外れる台あったの本当ですか。 ありましたありました。ナナシー、ナナシーもそうですね。最後全回転っぽく見えるリーチ、ね、そうですね。さて味噌ラーメンでも食うかな。あうまそうだな、食いたい。いいな。刀剣で大当たりが出る確率はどれくらいですか。500分の1ですね。はい、前回転は前回転外れるのは7し、昔のケンシロウダサ、いやえっ、お腹空いてきましたって感じ。お腹空いてきたよね。はい、いつからマックス代が規制でなくなるんですかね。これは分かんないな。ネプチューンだろ俺が、生証拠ネプチューンって台があったのかな。ありましたありました。分かんない、ね、ビーバーネプチューン三強さんじゃないかな。じゃあ俺は塩でよろしく。ラッシュラーメン、塩ラーメン美味しいですよね。秋葉のドクリングもファフナーしばらく置いてあったけど 1K5 回とかだった、店員張り付きとか。なるほどね。じゃあ俺は肉そば。昔の平塚の録画が見れなくなってるんだけどなんでですか。答えられなかったらいいですよってことなんですけどね。まあ、この辺はちょっと答えられない感じなんでね、ごめんなさい。マックス代って何がマックスなんかよく分かるんです。いつから大当たりが始まるんですかね。いやね、本当はいつなんでしょう。はい、一番初期の海物語のサムって外れるって本当ですか。そうなんですか。一番初期の 3R のサムですか。はい、そのサムはですね、ええ、まあいろいろ噂にあったことがあるんですけど、はい、まあぶっ壊れてたっていうオチらしいですよ。あれ、あそうなんだ。台の絵はあの基板の問題ってこと。基板の問題で要はあの使い始めても結構一番初代の海っていうのが結構長い間使ってたんで。ああなるほど。で壊れちゃったってホールさん結構あるらしいんですよ、うん、なるほどね。パチにも天井つけてほしいな。あ昔ありましたよね、パチンコの天井現金機で。なんだっけな、いや999まで行くと、うん、天国モードに切り替わるっていう。あそうなんだ。あの昔の現金機ってあれじゃないですか、あれ朝一電源入れたら天国モード、あなんかしてる、あの横綱とかのやつでしょ。そうそうですそうです。あの名前が出てこない、綱取り物語、はい、あれと同じでなんか999ゲームまで回すと、まあ、天国モードに切り替わるっていう台があって。あなるほどね。昔はあったってことですね。昔はね、俺はパチンコこそういう攻略できないんですからね。そうですね、もう規制が厳しいですからね。そうだって昔その綱取りがあった時とかなんて、うん、イブニングがありましたから。あただいまから電源入り切りさせていただきます。はい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 。俺背脂入りの豚骨醤油食いてえな。やばい、お腹空いてきた。豚骨醤油もうやばい。今日は当たりなしですか。北斗はなしですね。ガロは当たったんですけどね。残念ながら北斗はなしですね。パチに天井あったじゃん、ランプマスター。あったね、ランプマスター。この北斗、大当たり規制してるんですか。自主規制なら解除していいんやで。負ける額がマックス知らない間に交換所で手数料取られてるのがびっくりした。この時間に食べるラーメンほど美味しいものはない、はい、ランプマスターかな。北斗は600がスタートだから当たりはしばらく待て。規制でミドルくらいの台しか作れなくなるんでしょ。そうなの。
いや今のところその規制はまだないですね、はい。マックスって1年に1回しか当たる気がしない、今回のことは当たらない、パチ、はい、パチに新規制ってあったっけ、今のところないんじゃないですか、ね、ないですないです、俺は圧力入りの豚骨ラーメン、北斗は、温めておいて、もう十分温まりましたよ今日ね北斗は、カジノできたらパチは潰れるんですが、それもないと思うけどね、店の数は減るだろうけど、これは北斗5ですか6です、2時までに当てられなかったら 7時間延長で、桃源と剣王どっちがハードですか、桃源と剣王どっちがハード、はい、いや桃源でしょ、はい、パチは昔から、現金に換金でき、できなかったよね、2時のお知らせ、あもう2時ですね、あ残念ながら、まあ、来週リベンジさせてください、あじゃあ来週リベンジしますか、来週来週じゃあ北斗とルパンにします、あじゃあ北斗ルパン行きますか、はい、来週はねえ、まあガロはやっつけたんでね、ねえ、うん、ガロはもうやっつけましたから、はい、じゃあ来週はクワタリ行け、クワタリ、クワタリ、あ、いた、あ、いた、なんだこれ、ちょっと見ましょうかこれだけ、クワタリじゃないの、はい、明日行くから圧力ライターでキープしておいて、いやいやいや圧力ライターと取りに来てくださいね、カジノとパチは客層が違うからね、そうだね、今日も時間が早いな、ありがとうございます、カジノできたら日本人も許可、みたいなのがいるみたいですね、そうなんだ、ルパンいいです、あれあーこれボーナス、ボーナス、はい、当たりです、当たった、あーおめでとうございます、554回転で、でも単発じゃないのこれ、セグ見せて、セグセグ見せて、セグちょっとじゃあセグ見せましょう、でも16の方になってるよ、あれ何これ4ラウンドだ、これ4ラウンドだ、こんな感じ、これ単発じゃないの、こんな感じ、ちょっと分かる人、分かる人調べて、分かる人調べて、はい、二次脱の通常、二次で当たるとつか、分かんねえ、はい潜ってます、どっちだよ分かんないよ、オーラス最終、さすが二次のとつか、え、まあ、まだ右打ちなんだ、うん、あじゃあこれでまた超えればってやつじゃないですか、え16です、じゃあ16じゃないです、あでもどうなの、分かる人ちょっと教えてもらってもいい、じゃああれ大丈夫、これ時短になってるんで、うん、時短終了したらもうないんじゃないですか、うん、通常でもこれいくんだよ今回は、あそうなんだ、はい、来週ルパン見せてね、抜けるまでやって、要は60超えれば確定だったってやつですね、なんか4ラウンドランプついたから潜ってるってみたい、ちょっと回せば単発の可能性はある、じゃあちょっとやりましょうか、ちょっとやりましょう、はい、ルパン配信楽しみ、あ1画面に、1画面してください、1画面、はい、じゃあねルパンと北斗にしましょうか、てかじゃあ来週はルパン北斗でいきましょうか、あれですよね、やっぱりなんで2時になったらどつかは当たるの、なんでなんでね、こう2時に当たるのかちょっと分かんないですね、違うよこれ僕だから当たったんだよ、ああ今日ね山ちゃん絶好調だもんね、はいはい、ルパンと同じになったってこと、そうですね、来週から、2時から放送でなんちゃって、またケンシロウだかだらだら歩いてるのか、みんな言ってることがバラバラだ、なんだこれは、4通か4角だか、あ終了終了終了ばっかだ、やばいよやばいよやばいよ、終わった、これでこの後復活あるんですよ、でもあ、そうなんですか、あ、お疲れ様でした、これがあの例に有名な四通ってやつですね、だっせーケンシロウ散歩、オッツさすがトスカナボタンをタイマ式、もうすぐ来るか RTC、いやー、難しいわ、残念、またケンシロウ、あ、これ読んだね、4ラウンド通常でした、このケンシロウ、くびれなくない、体のバランスがおかしい、さすが山ちゃん、だせー、4通時短20、はい、ということでエンディングいきましょうか、さすがオツオツ、はい、お疲れ様です、あんちゃん今日1回も引けないからね、1回も引けなかった、ね、ほんと悔しい、ちょっとお祓いしてこよう、お祓いしてきて、ということで来週はですね、あんちゃんが新たなコスプレに挑戦する、お、なんと来週は新たなコスプレにあんちゃんが挑戦、はい、もちろんでございます、だって負けたんですか、いや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 、しかもね、はい、坊主での当たりじゃもうマジじゃねえ、お俺の名を言ってみろっつった、最後に脱線いただきました、原やべえお疲れ様でした、はい、あ、なんでもないね、はい、
山ちゃんありがとう。ありがとうございます。長い時間ありがとうございます。ありがとうございます。桃源は、あ、違う違う、敗因は山ちゃんが、最初から北斗打たなかったことだな。うん、いやだからね、あんちゃんさ、あんちゃん僕北斗がいいですよ、ね、いや打ってみたかったんですよ。まあね、信頼だしね。いやでもね、きつかった、うん。はい、腹がすごいですね。腹すげえ。最後に出せいただきました。妊娠中なのにこんな遅くまで大変ですね。はい。おしゃれな、キリンマントの希望、キリン柄のコスプレをしたらどうですか。そうですね、腹横から見せてハート様。妊娠だな。右のタイツ視聴者プレゼントはないんですか。はい。もう世界に一つしかないですからね。はい、ということで何か告知があれば最後にお願いします。はい、なんとまず11月10日、はいはい、こちらの方が、総付け景品といって、はいはい、1ヶ月に1回あの、はい、来店されたお客様、まあはい、ちょっと時間限定とかになってしまうんですけども、はい、今回は、うちの店内にありますね、あの、はい、アルカリイオン水の、はい、こちらの方のちょっとあの、はい、専用のペットボトルの方を、ほうほうほう、あのご来店されてご用意されているお客様の方に、はい、あのお配りして、そうですね、なんと無料でもらえるアルカリイオン水が設置したんですね、はい、こういう機械が。基本的にはですね、はい、まあ、会員カードをお作りいただいた方に、まあ、ペットボトル1本渡させているんですけども、まあ、その日に限ってはもう全員にあげてしまいます。ということなんで、ぜひね、はいはい、まあ、美味しいお水なんでね、はい、ぜひもう料理とかするからもですね、はい、これを使ってね、はい、ご飯炊くと美味しく、ああ美味しく炊けるアルカリイオン水。はい、ちなみにですね、はい、ちょっとしたあの料理のレシピなども、はい、ご用意してます。はい、おー、さすが戸塚ですね。食の戸塚なのね。ぜひ、はい、遊びに来てください。あと、まあ、その日にはあの、はい、あのアルカリイオン水の機械の説明のために、はい、かわいいお姉さんも。キャンギャル、キャンギャル的な。キャンギャル的な。いやいやいや、あんちゃんね。あんちゃんもね。マットで言って。いや、それはちょっとそれはちょっとはい、というね、ということでね、まあ、はい、楽しい一日になると思いますんで、はい、ぜひね、ぜひお願いします。遊びに来てください。あとですね、そのまたちょっと続きがありまして、はい、11月11日、はい、またちょっとあの店内あのメンテナンスのために、あ、そうですね、はい、メンテナンスが11日あるということで、はい、時差12時オープンを予定いたしておりますので、はい、ただいまですね、店内の方に、はい、その日の中ちょっと混雑するかなと思いますので、はい、抽選参加券、はい、こちらの方をあのお配りしてますし、あのちょっとお配りしている時間帯に、ね、来れなかったお客様、あのカウンターの方に行っていただければ、はい、あの抽選参加券の方をお配り、はい、いたしますので、はい、はい、ぜひ、ぜひ、はい、皆さん、お願いします。11月11日ですよ、はい、休みの方いらっしゃいましたら、ぜひね、気候な戸塚店、遊びに来てください。ちょっと朝寝坊してもね、はい、12時なんでね、12時からなんでね、はい、ぜひね、来ていただければと思います。はい、ぜひお願いします。はい、そして、来週は、はい、来週は、あの、パチンコ、パチスロ、はい、全国ファン感謝デーが、ああ、そっか、ファン感があるんだ。そうですね、はい、来週の金、土、日と、はい、会いましてね、うちももちろん参加して、はい、今回ですね、ええ、商品数がかなりの量が、はい、かなりの量を用意したと、はい、予定しますんでね、ぜひあのなんか そちらのヒット率も高くなると、ね、なるほどなるほど、ぜひね、はい、そちらの方もね参加しに来てください、遊びにね週末、はい、ずいぶん超えた待て遠心だな、3日後ですね、ガロのエナジードリンクってどんなの見せて、あ、ちょっと待ってください、あ、じゃあ取ってきてください、今持ってきますよ、はい、山ちゃんの美味しい水、その水で料理しろってことですね、わかりました、ぜひぜひ、そのギャルは水着ですかね、あんちゃん、いやー多分それはないと思いますけど、はい、あんちゃんのお腹にいっぱい入ってそうですね、あんちゃん体重何キロですか、あ、もう3桁ですね、はい、あんちゃんエロい、11月11日ポッキーくれんの、あ、ポッキーの日だね、あ、ポッキーの日はね、今年はだからその、うん、10日に、はい、アルカリイオン水のペットボトルをお配りするんで、ちょっと今年はやらないんですけど、はい、はい、すいません、はい、ファンカンダリーンだよなと、いや当たれば嬉しいでしょう、いやファンカンね、うん、あの例えばあのあキコーナーグループの方では、はい、大きいもの例えば自転車とか、はい、あのお車で来られてないお客様、歩きで来られた方で、はい、例えばテレビとか当たってしまった場合、はい、あの郵送サービス、あ、送ってくれるんですね、ありますので、はい、もうね、はい、お店持ちで運送費は持ちます、はい、あ、そうなんですね、もう全然映ってる、はい、映ってます、もうちょい上かな、あ、その辺でこんな感じ、あ、もうちょい前に持ってきてもらいます、あー、でれれれー、あー、すげー、ガロのエナジードリンク、はい、
これは、ポイント景品で。ポイント景品です。はい、はい、ありますんで。8ポイントで。8ポイント、ね。8ポイント。8日間くればこれ1本飲めますんで、ね。はい、そうですね。ぜひ会員カード作って、ポイントために、はい、戸塚店遊びに来てください。お願いします。はい、ちなみにね、これ平塚も入ってますんで。あ、なんと平塚にもあると、はい、いうことなんで。そして、伊勢崎にもありますんで。あ、伊勢崎にもある。はい、気候のグループね、結構これ、はい、ご用意しましたんで。あ、本当ですか、はい、特別に明日くれませんかって。ガロ好きな方はぜひ、ね、ね、キコーナーに遊びに来ていただきたいですね。はい、プリッツ 無料プレゼントないですね。06ですか、わかんないですね。前代各園でお出迎えしてくれるんでしょ、それはね、ちょっと厳しいですね。これ、捕まっちゃいますよ。おお、これか、そうか。すげえ。これで君も魔界騎士だ。おお、噂のガロ、エナジードリンク、はい。相模原はないですか、はい、相模原はどうだったっけな、ちょっとない、あ、な、相模原ないかもしれないな。ちょっとなかったかもしれない。うん、はい。相模にはないのか、ということでね。ぜひ、戸塚来てくださいね。はい。戸塚には、何本くらいご用意はあるんでしょうか。今ね、一応60本。60本してます、ね、60本、はい、もうほら、毎日戸塚に来てね、はい、ポイント貯めてください、ね、ちゃんと冷蔵庫で冷やしておいてありますんで、はい、はい、ぜひぜひご来店お待ちしております。まあ、常温がいいって言ったら常温でも用意しますねそうですね、はい、はい、来週の放送はですね、ルパン対北斗、はい、で、お送りしますんでね、はい、今週、大当たりを見せられなかった北斗ね。でもあんちゃんやっぱルパン強いっちゃうから強いよね。ああ、そっか、あんちゃんはルパンの方がいいんじゃない、来週はね。まあ、ルパンを、はい、はい、来週はルパン対北斗の拳6、はい、そうですね、こちらをね、いいとお送りしたいと思いますので、ぜひね、来週のこの放送も見ていただければと思います。ということで、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。さよなら、バイバーイ。